ます。ありがとうございます。はい、こんばんは。すみません、遅くなりまして。アーサー・ビナードさんが今到着したのでそろそろ始めますけど、今ちょっと行き上がってるところを準備してるんで、ちょっとだけ待っててください。音はオンにしてあるので。いや、僕大丈夫です。着替えてるし着替えるね。映像映るでしょ。はい、こんばんは。こんばんは。一応ね、だからね、朝さんなんか月に、まあ定期的じゃないにしても、うん、なんかやろうっていう話をずいぶん前から、もう今年の1月にね、とんでもない3時間もやってしまいましたが、ね、今日はゲストいないので、今日なんかね、ちゃんと決まればなんかミュージシャンみたいなのね、ちょっと呼んでとか面白いかなと思うんですけど、うん、とりあえず今日は呼ばなかったんですけど、うん、忙しいですか？うん、そうですね、長いことこう関わってるのが、関わってるっていうか、やらなきゃいけない終わらない、もうライフワークみたいな。でも一つできた。あ、そうそう言ってたね、そういえば。もちもちの木、ちょっと映そうか。こういう感じ、こうする。もちもちの木っていうのは滝平二郎と斉藤龍介が、ちょうど50年前に作った作品で、まあ、日本でずっと読み継がれてるし、僕が31年前に日本語をやりだして、日本に来て、それで池袋図書館で出会った絵本なんですけど、すごく僕にとっても大事な作品で、でこの、絵本を英訳したいなと思ったら、ずっと思ってたんですけど、岩崎書店もなんか同じ思いがあって、翻訳してほしい、それから滝平さんの息子さんもいろいろ協力してくれて、応援してくれて、でやっとできたんです。ブーユーっていうの？ The Buyu Tree。 そう、みんな不思議がありますね、ブーユー。もともともちもちの木がどういう意味なのかっていうのも結構謎めいていて、でその木が出てくるんですけどね、木がある意味主人公がこの素晴らしい大木。あんまり見せちゃダメだよね。いや、いいじゃん。で大木で、そのたくさんの実を落とすんですよね。はいはい。で、まあその実がこれ食べるの？うん、おじいちゃんがちゃんとついて餅を作るんですよね。まあアク抜きが大変なんですけど、アク、はいはい、抜きは細かく描いてないんですけど、でその木とその豆田っていう少年がちょっとこうずっとコミュニケーションがあるんですよね。で最初はもう豆田君にとってはもう恐ろしい怖い、もうその
夜便所には行けない、もちもちの木がお化けってこう来る言ってくるから怖がって、その夜接地には行けないっていう、でじいちゃんがついていかないと。そうそう、昔ねうちもそうだったんだけど、あの離れにあるのねトイレが。そう、あのもうまさにもうあのこの家は外にトイレ設置、だトイレと風呂場と炊事場が別棟にあって、うん、だ夜中はね母屋から出て向こうに行かなきゃいけないので、そう、でそれも怖くて結局じいちゃんが一緒に行かないといけないずっとじいちゃんがこう連れていくわけ、うん、でおまじないの言葉言うんだよね、じいちゃんと一緒ならこのもちもちの木はそんなに怖くないんだけど、うん、っていうそういう話で僕は、ね、そのこの絵本を知らずに育ったんだけど、でも子供の頃結構おねしょしてたしなんかこのマメタの思いも分かるし、でミシガンっていうところに生まれ育ったんだけど、うん、ミシガンはまあ男たちが結構鹿狩り、はいはいはい、女たちも行くんですけど、うん、結構狩猟文化があって、うん、そしたらこのマメタのおじいちゃんもお父さんもハンターなんだよね、あの生計はその狩猟で立ててるから、はいはい、すごく、ね、遠いような話、もういかにも、ね、日本のなんかある時代を描いてるようで、実はすごくミシガンの読者にもピンとくるし、うん、でも100年生誕100年ってことは、まあ、これが書かれたのは6、7、80年前ってこと、50年、ちょうど50年前、あ、だからまだそんなもんってことですよね。そうです、滝平次郎が50歳の時にあの出た作品 で、うん、でまあ、斉藤龍介っていう人がその前にあの童話として書いて、うん、でももう滝平さんが見事に絵本にして、やっと50年経って英語版ができた、うん、でもこのブーユーっていうのはね、その、うん、あの英語でもその英語の中で謎めいたタイトルを作らなきゃいけないですね、はい、もちもちの木って土地の木し、まあ、最後に分かるんですけど、はい、土地の木なんですね、でじいちゃんはその土地の実を土地もちする、はいはい、だからあのお餅の、あ、なるほどね、あのつながりはあるにはあるんです、うん、でもマメタが、ね、名付けた、うんうん、マメタが考えた名前 で、うん、で意味が餅から来てるのか、それともなんかもち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 っていうその怖さから来てるのかよく分からないですね、うん、でもブーって言ったらこの木だよね、これいいですね、ブーって言ったらその英語だとねお化けとかそういう意味、なるほど、でいないいないバーってやるでしょ、うんうん、あれはあのピーカブーって、あ、そうか、はいはい、で U はまあお前っていう、はいはい、の響きもあるけど、なんかこう UFO って言ったらヤッホー、はいはい、だからこう呼びかけてる感じもあるし、ちょっと脅かしてる感じもあるし、でこういう言葉で言ったから、それでも作ったの？作った。だって日本語でもちもちの木が豆田が作ったってことになってるからね。その僕も作らなきゃっていう感じで。はい、ありがとうございます。なんかコーヒーが出てる。はい。いいじゃん、写れば。ありがとうございます。はい、素敵。いやこのスタジオいいですね。本当に。そう、なんか居心地いいんだよね、ここ居心地いいです、うん、なんかね気がいい、うん、いい気が流れてるというかね、本当になんかねのんびりしてる、そう中目黒って面白いね、そうですね、あの結構迷うね、今日も自転車で来たんでこれは山手通りがこう分かれちゃうの、旧道と新道路ね、そうそうそう、でそこをこうあ、じゃあこっちかと思って、その自分の方向感覚だけで行くと過ぎちゃうんだよ、はいはい、あの中目黒過ぎてそれで戻る、ね、はいはい、で戻るとすごい複雑あの玉川通りだっけ、あのでっかい、どこだろう、
三軒茶屋に行く、はい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 、はい、あれ246そうそうそう、はいはい、あれもこう来てるからそっちに戻ってそっちまで戻りすぎて、いやいやもう、あ、それそこは戻らないけどで、うん、ね、川が見つかると、そうですね、川見つければいいんだけどね、川がだから下にな、どあの246なんか下に走って流れてるから川に沿っていくと思うと川が消える、ね、でも、うん、いいところですよね、あの本当、うん、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます。今ね、あの元相川金谷さんのマネージャーですからありがたい、はい、おやすみなさい、おやすみなさい。ああ、まあね、あの今日ね本当ね、いや8時って勘違いしてるかなとか、まあでも30分ぐらい遅れるだろうなって思ってたらね、すみません、で、いや8時って勘違いしてたらちょっとさすがに8時まであの開始しないのも問題かなと思って、でも今日何もあのもう2人でやるつもりだったから何も用意してなくて30分何に喋ろうかなって考えてる時に来たからよかったなっていう、いいえ、だからいや本当はだからその番組の企画っていうのもあるんだけど、うん、まあとりあえず最初のうちはちょっとね、あのウォームアップでなんか雑談でもしようかなと思ってたんですけど、うん、まあこれがこれ、ね、できた、これはもう発売になったんですか、発売になりました、もう本当に自分がずっとやりたかったし、うん、あのもう長年かけて8800円いい形になって、あの原作をこう愛読してる人はちっちゃいって思っちゃうんです、うん、大きい版なんです。でも花咲山っていうあのまたその滝平次郎と、はい、斉藤龍介の名作があって、でそれを去年英語で出して、それ、ね、ちょっとこれ花咲山は51年前にできたなんですけど、その花咲山を、作った時に英語の絵本として素晴らしい形になって、であのもちもちの木の方がその工夫がデザインの工夫がいろいろ必要だったんだけど、でも、うん、まあ試行錯誤実験を重ねて、あ、これはあの同じ大きさにして多分それが一番読者にとっていい形だなっていう、それであの原作よりちょっとこう小さめになって、うん、でも多分あの見ていただくと、であのすごい贅沢なんですよ。何が贅沢かというと後ろに原作が入ってるんです。これだからこれだ、ここだけの話だけど、その原作ちょっとだけ見せるけど、その原作、あ、なるほどね、はいはい、だから、はい、原作も読めちゃうんだよ。ああ、だから日本人でも。そう。だからあのそうすると僕の役がいいかどうか。どういう役をしてるか、ね。そう。ちゃんとこう後ろ、だからこの一冊でその比較もできちゃうので、うん、まあ。だ大人でも楽しめる。楽しめる。楽しめる。まあここだけど。ね。これじゃあさ、じゃ僕これ一冊買って。いえ、もうあの、ね、この一冊渡辺さんにお土産に持ってきた。いや、あのさ。いや今日さ見てる人がさ見てる人にさ一冊だけプレゼントだったら面白くない？いいですよ、もちろん。でサイン入れてさ、そうしよう、一冊だけね。よし、そんなあの大盤振る舞いしないので一冊だけ今日は。しかも僕が背負ってきた、遅ればせながら持ってきたやつを。でもね、絵本作家のなんかどっかで絵本作家って書いてあったよ、プロフィールに。うん、書いてあるね、うん、あのまあその絵を描いたものって今絵本としては出てないけど、あ、そうか。でもまあ作家って文章を作って作家っていうのもで、うまくいけば年内にその宮沢賢治の、はいはい、童話って言っても本当は哲学寓話なんですけど、あの山梨っていうやつ。うまくいけばっていうのはさ自分の問題でしょ。そう。いや自分のことでも祈るような気持ちでね。なんとかできますようにって。あの山村浩二っていう絵描きが、はい、あのその一緒に苦しみながらで僕の
英語訳をずっと待ちながら、もう5度を待ちながらみたいな感じなんですけど、それも、だいぶ進んで、まあでもものづくりっていうのは苦しいもんだからね。苦しいね。本当苦しい、ね。僕もまあこういうもんじゃない、芸術じゃないけど、苦しい、ね、あのコンピューターのあのそういう仕事だってやっぱりね、あのゼロから作るっていうのは苦しいもんですよね。でね、いいかどうかってやっぱり試してみないと分からない。まあそうですね。いやだからさ、こういうのはさ、出来上がるとさ、とりあえずこう終わったって感じじゃないですか。いや、あのね、出来上がると余計不安になる。あ、じゃあ一緒だわ。僕らもだからそのソフトウェアとかハードウェアとか作るじゃないですか、うんうん、で市場に出る時が怖いんですよ。怖いんですよ、一番怖い。もう今一番ドキドキです、うん、同じように。でただこれ僕らの場合はそのバグが出るんですね、うん、いやこっちだってそのもういろんな人に呼んで聞かせ て、うん、て、あそうか、どういう反応かとか、うん、これでいいだろうなと思いながら、うん、やっぱりこう読者が決めるから。あ、そうね、じゃあ一緒だねやっぱりね。全く一緒、うん、もう本当にだからね、あの例えば今はまあね、あのパッケージソフトは作ってないけど、かつてそれを作ってた時なんかはコピー屋に出すで終わりなんですよ、うん、そうするとそこでパッケージングしてお店に並ぶじゃないですか、うん、そこから販売始まっちゃうと、もう電話かかってくる時はトラブルの電話なので、不特定多数ってのは本当怖いですよね。怖い目の前にいる人のためにやるんだったら、うん、顔色も見えるしね。そうそう、本当に怖いですよね、まあ、だからそのいろいろ実験しなきゃいけないし、ね、うん、出す前に紙芝居がその最たるもの。ああそうですね、もうずっとね、試しながら、ね、自分にとっての正解と読者にとっての正解は、うん、そのずれる場合もあるし、うん、その例えば読者にとってこれは伝わるけど、でもどこかにそのもっと伝わる表現とかもっとこうピンとくるものがあったりすると、うん、その満足したり納得したり、あ、これで結論が出たと思っちゃうと、そのより面白いところに行けなくなるんだよね。でも逆もあるでしょ、その自分が思ってたんじゃない、もっといいこう感じ方をしてくれたっていうこともある。ある。だからもうやめられない。だって読者があのその感想としてね、うん、そのこういう表現はあの素晴らしいとかって言って、自分がその気づいてなかったこと言ってくれるんですよ、ね、そうそうか、うまかったんだ俺。そういうのってもう、あの、そうだよね、もうすごい喜びですよ、ね、ある意味だからね、まあ、そんな変わんないんだね。だから芸術にしても、うん、あのまあ、プロダクツにしても、うん、そういうことをなんか聞いてるとそんな変わんないなっていう感じで、うん、あのここから出発だから今月、まあ、先月だ、うん、9月に出て、でこれからどうなる。で今いくつかこう取材とか、うんうん、イベントとかその話聞きたい、はいはい、図書館で話聞きたいとか、うん、この、 あのもちもちの木の英訳で来てるんだけど、そういうのを重ねていくと、あのやっと自分の役が何なのかっていう、うん、見えてくるし、まあそこはなんか教えてもらうんだよね。でそれ落ち着いて次のが出てくるとかだよね。そうそうそう、まあ、もう次ケンジは大体、ああ英語今度は。でもそれ違う流れでしょ、だって違う、これと違う流れで動いてるわけです。ずっと続いてる、うん、もう7年検事7年。あと今岩崎千尋と、はいはい、あの格闘して、千尋の絵が手ごくてね、明日千尋と格闘です。だから僕だってまあね、そのエンジニアリングだけど、だって30ぐらいから構想してるやつって手つけてるやつもあって終わってないのもあるし、うん、まだ手もつけられないで構想だけで頭の中あるのと、もう僕61なんでね今ね、うん、だから30年以上、うん、だ多分作れないで終わるのもあるんだろうなと思いながら、でも作らないとね、うん、まあね、でも体力もいるからね、まあ、ね、僕あのエリック・カールっていう、はいはいはい、あのこの間亡くなったね、そうそう、はい、カールさんの
和訳、はい、これ英訳だけど、はい、和訳をずっとこの17、18年間もうちょっとかなやってるんですよ。でカールさんはすごく時間かけて作る、しかもこう理屈とか、はい、言葉の器用な、うん、その表現で作るんじゃなくて本当に掘り下げるから、はい、翻訳する時も同じぐらい掘り下げなきゃ、はい、読者はもうなんかさーって読めるんだけどそうじゃないんだ。だからカールさんの本結局5冊やらせていただいたんだけど、はい、どれも数年かかってるしずっとやってたわけ、うん、あのそのホットケーキ出来上がりっていうのが最初の本で、はいはい、しかも僕が3歳の時に出版されたでやったのは30代後半からやりだしたんだけど、はい、そうするともうまあ振り返ればほぼ20年間ずっとカールさんのやつをあの翻訳をやって、うんうんうん、であのホットケーキ出来上がりができる出来上がる前に次のプレッツェルの始まりの訳が始まるわけ、はい、でまあそろそろ出せるねっていう時に次が来る、うん、だからほぼ20年間ずっとカールさんやってるわけあの単純なねすぐ終わりそうなものなんだけど実はずっと抱えてリュックにエリック・カールのその原稿が入ってない時ないんですよでやっと今年の春にあのカールさんの最新作のありえないっていうのが出版されて、でカールさんはその時この世にいらっしゃったんだけどその後亡くなった。そうですね、うん、そうするとねカールさんの最後の絵本っていうことになるわけで、僕はずっとエリック・カールを翻訳してたんだけど、そこで気づいたのはその翻訳してただけじゃなくてあのすごく依存してたんだよね、うん、はいはい、っていうかカールさんの胸を借りて仕事してるし、はい、カールさんの作品をなんとか生かそうとしてて、それがなんか自分の一つのいつも抱えてるミッションだよね、うん、その生きがいかもしれないし、そのなんかこうやってる実感はそこにあったわけ、うん、そしてもうあれが最後だったの、はいはい、だから今ないんですよカールさんの審査、いつも持ち歩いてたの、はいはい、そうね、だからそれって多分もうお前50代半ば差し掛かってそのやりなさいよっていう、そのあーそうか、カールさんがねそのもうそろそろ創作、もちろん創作もしてるよ、うん、創作同時進行だけどもっともっとそっちの方に、だって今やらなきゃね、で自分のものを作れってことね、そうそうそう、でカールさんのものがあの僕にとっては足場だし、うん、そのすごくいい仕事をさせてもらったあの感謝はあるんだけど、でもねどっかでやっぱりゼロから作る仕事をもっと中心にする、そうね、まあ今それもまあいいチャンスなんだよね、いいです、うん、でもある意味チャンスなんだよね、そうだ、その亡くなったっていうことが悲しいことではあるけどね、うん、そうそう、まあ91歳までまあね、うん、カールさん仕事できたからそれもすごい奇跡といえば奇跡、まあそうですね、いやだからなんだあの多分ねその翻訳して書いてるやつさらっと読んだってさっきね、まあ、読む人はさらっと読むんでしょって言うけど、僕もだから翻訳ものって結構ねその小説なんか読むんだけど、それだけ読んでた時はそれはさらっと読んでんだけど、 ある時こう元の原象になる方を読んだりすると、あやっぱりこういろいろ考えて翻訳してるなっていうか、例えば前もちらっと話したけどカーバーなんかね、うん、レイモンド・カーバーを例えば村上春樹さん結構訳してるじゃないですか、で村上さんが訳したやつを読んでる時はなんかさらっと読んでけど、それをこう原書の方を見ると、いやこれ原書にすごく日本語を近づけて書いてんだなっていうね、こう大変な作業してんだなっていうのがやっぱり見ると分かるので、だからやっぱり翻訳する人っていうのはある種別の意味で大変なんだろうなっていうか、その書いた人のそのものを伝えなきゃいけないっていうね、それを違う言語で伝えなきゃいけない、その工夫とかその
技術的な苦労は創作より大変、うん、ね、本当そう思う、ね、翻訳の方が手間かかる、うん、まあその原作にもよるかもしれないけど、うん、でも翻訳の方が大変。ただゼロから作るってそのまあ僕よく例える時にあの旅してる感じなんですよね、ええ、そうするとあの翻訳の場合は地図がある、はい、なるほど。でこの地図を見ながらここかなって、で確かめで地図が間違ってる時あるんですよ、ね、はい、で地図がまあ変、まあ、古かったりとかね、全然間違ったりとかね、そうだけど地図は一応ある。でその地図をこう全部確かめてこう旅をしてそれで表現するんだけど、創作はもう白紙、白い紙ね、あの伊能忠敬じゃないけどそのなんか測りながら、はい、だから自分で地図を作っていく作業なので、まあ地図があってもなくてもね、旅の疲れとか自分の苦労とかアクシデントとかいろんなことがあるんだけど、でもその地図を作るっていうそのゼロから博士から作るっていうのはまあやらなきゃいけないんだよね。でそれをやったら他の人が翻訳してもいいし、僕の場合はあの自分で作って自分で訳すっていうのもあって、そうするともう自分で作った地図をまたバラしたりして作り変えたりして、自分の創作の自分で作ったものを翻訳するときにあの他の人の作品より自由にできるんで、ああなるほど、そうですね、あの、うん、文句言われない、自分が決めないんだからね。そうでもカールさんもね、エリック・カールも、うん、あの自由にやってくださいっていうのが基本姿勢、彼も本当ドイツ語と英語と両方彼は行き来しててドイツ語と英語は全然違う、あの翻訳するともガラリと変わるっていうことを彼はよくそれを分かってたので、日本語にするときも僕だけじゃなくて森久さんっていう人が最初に腹ペコアムシとか翻訳したんだけど、一番いい日本語にしてくださいっていうのが河原さんの指示で、もうあのこの原作から離れた方がその日本語として読者に伝わるならもうそれでいいっていう、ありがたいですよね。あのだいたいその著作権継承者みたいな、はい、ね、その次の世代とか、はい、で場合によってはそれがなんかなんとか財団とか、うん、ね、企業とかが継承する、はい、そうするとややこしい。あのその創作がわからない人が翻訳にそのなんか制限をかけるっていうか、それはね、手こずる、手こずる。だからあのセンダックっていう絵本作家、はいはい、あのよくカールさんとこう一緒にアメリカを代表する作家として取り上げられるし、怪獣たちのいるところっていうのが代表作なんですけど、はい、あのセンダックの役、父さんが帰る日までっていう本を2年前にやったんですけど、はい、その時はね、本当にそのやりだした時は千田君がこの世にいたんだけど、亡くなってその後の著作権の人たちと、まあタイトルにあの結局日本語が読める人たちじゃないから、うん、はいはい、で一回英語に変えるわけね。そうなの、だから僕が日本語にものすごく工夫して翻訳したものを Google の翻訳ソフトで英語にして、それでケチをつけるもう「え何を」でそれをいちいち説明しなきゃいけないんだよね。すごい大変、頭痛くなるんですね。そうもうあの途中で投げそうに、あれ選択でなければもうちゃぶ台返しで終わりっていう感じなんだけど、まあ選択だったから、で選択の絵本でしかも一回翻訳されて絶版になって死んじゃった本だったから、どうにか生かさなきゃ。選択がいれば多分そういうことにならない。ああそうね。だからドイツ語訳とかフランス語訳でこういう工夫してるのに、その
日本語で工夫できないってどういうことですかとかってそのタイトルに関してもうフランス語で千田君は生きてる時にすごくこう原作から離れた優れたタイトルがフランスの詩人が見つけて出てるわけで千田君はそれ喜んでるわけだけどいなくなったら今度僕の工夫が許されないってこれどういうことですかじゃあそういうことをおっしゃるならそのフランス語版も廃版にしなきゃいけないですよねって言ったら黙ってそれで通っちゃったんだよねだからでもそういうね証拠を揃えるのはめんどくさいそうね、まあ、余計な仕事だもんねそうそうそうでもね本当たくさんね最近でも結構仕事してんじゃないですかなんか ねっていうか形にやっとなってるここのとこだって随分いろいろ本そうです ねあとアラスカの先住民っていう言葉あまり好きじゃないんだけどそのアラスカの、はい、エスキモじゃなくてうんクリンギット族って言って、うん、そう北方の寒いところすごい面白い文化を作り上げた、はい、言語も作り上げた人たちのその渡りガラスが主人公の話があって、はい、それもそのアラスカの人たちとやり取りしながら日本語を作ってて、うん、まあなんか面白いのが進んでるんだよねで千尋もやっててまああとずっと長年抱えてるそのエッセイ集の比較とかね、うん、詩は詩もね本当に言われてるよねこうお前詩人って肩書き詩人だけど詩書いてんのとか、うん、そう詩書いて、うん、そうね詩集作らなきゃもうその最初の「釣り上げては」っていう日本語で作った最初の詩集もその英語版もやっぱりこうまあいろんなところに書いて考えて、はいでたくさんある中から選んで集めてこう一冊作るんだけど、はい、その一冊作る作業と一遍一遍書くのとちょっと違うんだよねそのあ例えば、はい、なんか雑誌から頼まれたとか新聞から頼まれたとか、うん、そういう時にも書くしなんかひらめいてあこれだと思ってこう書いたもので発表はあとでもそういうのが一冊になった時にそのもう順番だけでもガラリと意味が変わるし、ええ、だからなんか一冊を作るって違う頭になるんですよね、はいはい、そのなんだろうねこう外に出てこうウサギを捕まえるとか鹿を取るとか、ええ、なんか狩猟で例えるとそれが一遍一遍の、はいでも一冊っていうのはなんか家を建ててその干し肉にするようなその作業なんだよねでどういう順番に鮭とか鹿とかどういうふうに並べたらその美味しそうに見えるかとかそれがねなんかその一冊作る作業ってちゃんとやらなきゃいけないんだよねでそういう作業をやらないと何を今まで自分が何をやってきたか分かんないんだよねだからこう一発一発って結局作っていくから、うん、まあねでもまあ基本的にやりたいことやってるんでしょそうね、うん、これ翻訳にしたって、うん、そうねやりたいことしかやってないからだからまあ幸福だよ ねだからいや僕もやりたいことしかほとんどやらないでやってきてるけどでもさっきの話じゃないけどさその、まあ、納期というかね約束ができちゃうじゃない。そうそう、まあ、いや全く同じです。ね、だからそれがさ、まあちょっとね関係者聞いててやるけどさ、まあ、ぶっちぎっちゃったりするわけじゃない。だってできてないものできてないでしょうがないじゃんってさ。そう。できてないものできてるって嘘ついてもいいのって開き直りたい。まあ言っちゃうことあるけどさ。あのその千尋の絵本はね。うん奥前に頼まれたんですよ8年ぐらい7年ぐらい前でその時は紙芝居やってた、紙芝居がまずできないから紙芝居が終わったらやりますって言ったら紙芝居がすっごく時間かかったそれで結局その伸びたんですけど今年の春に広島でコンサートをやった、はい、
ドーム語りっていうあの僕が作った絵本があって、はい、あと探していますっていう絵本もあって、みんなあの広島に根付いた話なんだけど、はい、作曲家がそのドーム語りをあの組曲にして、うん、それから探してますも、まあ一編一編の詩のような形、14の語り部の詩が一編ずつある、でそれをあの歌にしてくれた高島さんっていう坪北さんがドーム語りやって、で中村信之さんがその紙芝居の曲を作ったんですよ、うん、紙芝居の入り口と出口、それでコンサートやったら本当に面白くて、誰もだって紙芝居とクラシックを組み合わせたこと誰も今までやったことない、でそのあの演奏してくれたバイオリニストとかピアニストチェリストがいて、あと歌手オペラ歌手で、みんなあのその面白がってくれて、あのしかも言われたのはね、その大体こういうコンサートとかこういう企画はその元の作品を書いた詩人は大体死んでるので朝さん生きてるんですねとかっていう感じで、だからそれで気づいたんだけど、生きてる間にこういうことがなかなかないんだよね、はいはい、その自分の作品がそうやって 人によって他の表現者があの、まあ、翻訳するわけだよね、うんうん、その音楽で、ね、で発展させる、でそれがあって僕にとってはすごくあのその発見が多くて、で 自分が書いた絵本がこんなにこう怖いものだったんだとかこんなに激しいものだったっていうのはその音楽でやっぱり表現されるから、はい、でそれでめちゃくちゃ面白かったって言ったらまたやりましょうってことになって、だけどまあ同じ企画じゃなくてやっぱりこう今作ってるもの、うん、そしたらその千尋の絵本が組み込まれちゃったで1月16日なんですよコンサートで本が、ま、何もできてないの、何もできてない、もう本当にまだこうどうしようどうしようって感じで、そしたら作曲家にもう今月渡さなきゃいけないっていう、で本はほら印刷物だからそのねこういう形にはならないんですよ、うん、だけどそのロードマップというか地図のない旅の地図ぐらいはその中村信之さんに渡さなきゃいけないってことになって、それが今どうしようっていう納期っていうかね、もう ね本当にね大変だよねそれね、他の人にねこう渡すそうなんだよねことでやっとその成り立つ企画だから、もういやだから結局、ね、どんなことでもそうだけど、その必ず人が、ね、他人が絡むじゃないですか、うん、どんなことでも ね自分一人で完結ってないわけで、うん、それ特に世の中に出すってことはね、でだからさたまに思うんだよね、自分好きでやってるのにさなんでこんなことを終われなきゃいけないのって思うんだけど、でもじゃあそれがなかったら結局、ね、自分の家の中で作ってで家の中に飾るだけになっちゃうわけで、うん、そうそう、いや他の人が関わることで自分が そう初めて見えてくるから、ね、だからねあの僕なんかもよくね周りからさ好きなことだけやっていいよねみたいな言われるけど、うん、いやそういうことでもないんだけどねいろいろ大変なんですよって、ね、でもありがたいよ、あの編集者とかね僕もう編集者にすっごく助けられて、ね、我慢強いよねあの人たちはね、うん、うん、まあ我慢強いし我慢強い人しか残ってないよね、うん、でね、まあ、僕はそういうことやったことないけど、でもなんかいろいろ話聞くとやっぱり的確なんでしょ、うん、うん、アドバイスとか、そうね、あのその組む絵描き、うん、僕すごいそういう意味ではでもそういう意味でも恵まれてるんですけど、うん、そのこうやっていくうちにだんだんこう何でも言える関係になるでしょ、はい、研修者もそうですけど、でそれが多分作品を良くしていくんだよね、うん、であのダメなものが出るときはそれはなんか
喧嘩しなかった時でしょ多分。そのっていうか誰も言わなかったっていうことだと思うな、うん、そうですね、うん、で作家が結局自分が見えてなくて、うん、で周りも、うん、その上張りの鏡を誰も出してくれないんだよね。そのエンマ様の鏡誰も出してくれないと見えてこない。そうですね、だから、ま、周りに自分のことをこう正直に時には厳しく言ってくれる人がいれば変わった、ね、見えてくるけどね。あれが欲しいね、あの鏡がいつもは見ないけどね必要な時にね、たまにちょっと見たいよね。どのぐらい罪深いか。まあでも意外といますよね、そういう人ね、うんうん、言ってくれる人、ね、うん、いるいる、うん、ありがたいことにね、うん、言ってくれる人本当に嬉しい、ね、あの言われた瞬間ムカつくんだけど、ね、うん、お前に言われたくねえみたいなと思うんだけど、ね、後で考えるとね、ああなるほどなっていうね、その通りやなって、うんうん、そうだから その言われた瞬間にこう反論言わないようになりたいねまあ僕はまあね、お前に言われたかないよって思うけど、まあ、うん、それを言う時は本当に言われたくない時だね。うん、うん、そうだね、うん、言わない方がいい、うん、じゃない時はまあ思っても、いや、なんかあそこに何かあるんだろうなっていう、ね、うん、そうそうそう、こう言われたことがピンポイントでこう当たってるっていうことが少ないんですよ、うんうん、だいたい言ってくれたこともずれてるんだけど、うん、でも何かがあるんだよね、そのこっちの作品とかこっちの表現とかこっちのやってることに何か問題がある。で相手がここだって言ってるけど実はここだったり、うんうんうん、違う、全然違う問題だったりするんだけど、でもどっかずれてるから、うん、しっくり相手も納得できないっていうのはやっぱりその意味があるよね。そうそうそう、いやだから例えば僕なんかも、まあ、批判じゃないけど、こう人に対してなんか、まあ、言うこともあるじゃないですか、ね、そうするとその意外と反応としてはさ、その相手がそういう想像するような仕事じゃない人は意外とすぐ反論してくるんだけど、うんうん、でいやそういうつもりで言ってないもんみたいなね、うん、そういうつもりでやってないもんみたいなことを、うん、言うんだけど、いやそういうつもりかどうか知らないけどそう僕は感じましたってことを言ってるんですけど、うん、っていうと、うん、ね、意外と多くの人がねそれを認めたがらないんだよね。そうか、いや、あなたが認めるか認めないじゃなくて僕がそう思ったってことを今言っただけです、うん、ああで そんなこと思うやついるわけねえだろうみたいなこと言うんですよ。ああだから僕が思ったっていうことを言ってるんですっていうのにそんなこと思うやつはいないとか言われる。いやだから目の前にいるじゃんって言ってんだけど意外とそういう人 ね、多くて、でそういう人ってね物を作る人じゃない人多いね、うん、そうね、発展につながることが分かんないんですね。その言われたことがその 100% 適切とか妥当とかじゃなくて、うん、その言われたことがヒントになってこっちがより良い世界を作る。そのぐらいのつもりで言ってるんだけどね、うん、こっちはね言ってるんだけど、ね、もうなんか否定されたみたいに思われちゃって。そうだね、いや別に否定はしてないんだけどねっていう。そう、否定じゃないよね。だって否定の時はさ言わないんだよ。まあそうだね、だって無視すればいいんだから。そうですよ、そうですよ、否定っていうか相手が相手にその価値がある、価値っていうかその言うだけの相手なんだと思った時に言うんですよ。まあそうね、だから認めてるわけだよね、その言って文句言うっていうのはその認めてることなんだけど、そうね、日々工夫して苦しんでない人は分かんない、ね、そうだと思うんだよね。だから、うん、いや よくそこでぶつかりますよ僕なんかね。だからあんまり言いたくないわけ、もう人に対して感じたことを別に良かれと思って言ってるわけでもないんだけど、でも僕こう感じたよっていうのは伝えたいじゃないですか、う
でそれがあのネガティブなことでもポジティブなことでもこう感じたよって伝えたいんだけど、うん、その特にネガティブなことを伝えるとそういう反応を示されちゃうと、うん、もうなんかそこでまたなんかさ、うん、もうだってでも簡単な話じゃないってさ、うん、じゃあ僕がそんなこと思うやついないって言ったって目の前に一人いるじゃんって、うんうん、でそんなことすらも分かんないやつと、まあ、そこ議論してもしょうがないよなって思っちゃうんだよね。そうするともうまたこれ始まっちゃうんだったらやめとこうかなみたいなね、うん、なんかねこうまあ別にそういうことじゃなくても、まあ、寛容じゃない人も多いのでね、だからもうちょっとなんかねその寛容っていうかね、なんだろうね、こそう多様性、多様性って、うん、結構言うんだけど、多様性が減ってるよ、じわり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 、あらゆるところで、もうメディアってさ、まあこっちが関わってるメディアってたかが知れてるけど、でもね、ラジオで喋ったりいろんなことしてると、うん、もうなんかこう狭まってきちゃったね、特にここのところね。昔はもうちょっとなんか寛容だったような気がするんだけど、あのなんだろう、インターネットで個人がこう意見をとりあえず、まあ、パブリックに言えるようになっちゃったわけじゃないですか、うん、まあ、本当にパブリックなのかどうかは別なんだけど、ただそのいろんな、うん、その不特定多数の人にその自分の意見を目に触れることができるような状況になってしまって、うん、そこからなんかその本当はね、そうなったってことはもっと多様性が増えるはずなのに、ていうかそう言ってたんだよね、みんながメディアになるとか、ね、うん、一人一人が発信者とかで、それって多様性が増えるはずだったんだよね、うん、なのにそれがなんか逆の方向に行っちゃってて、で言ったらこうなんか罰せられるとかそうそうそう、あのこれは問題だとか、うん、ツイッターでなんか言ったり、フェイスブックで言ったり、うん、で YouTube はこれもう言論統制のねと、何なんだよね、なんかすごいことになってる今ね、すごいよ、なんかなんだっけ、ワクチンのことをなんか言うとあの消されるんだって、そうですよ、もうあのバーンされるらしい、ね、バーン、ね、これバーンされると嫌だからさ、あんまりそこ触れず、そうそう、今日は触れないようにしようと思ってるんだけど、そうそうそう、いやでもすごいよねそれをさ、ね、でしかもその、そのなんだっけ、治験終わってない、うん、結果がわからない、昨日 の、 あの NHK のラジオ深夜便がちょっとたまたま耳に入ったんですけど、ずっとそのモデルナのワクチンとアストラゼネカのワクチンとそのファイザーのワクチンによる副作用と言わないんだよね、副反応って言ってて、それから死亡した人の数とかずっと言ってて、でも因果関係はあの分かりませんって、もちろんそのなんかあの保険かけてる感じなんだけど、ずっとそれ言ってて、だったらさ、みんなでそのたくさんの情報を共有しながら、たくさんの考え方とか感じ方とか意見を、みんなでこう、結論は分からないから、知見も合ってないし、効果があるんだかないんだか分からないし、その売っちゃったのにかかったとか、いろんな話が渦巻いてる中でさ、言論の自由と多様性が必要な時期でしょ、うん、いろんな選択肢があって生き延びなきゃいけないで、その薬ってそのね、ある時期に妊婦がサリドマイドという薬を使って大丈夫ですという結論が出たんですよね、出たんですよ。でたくさんの人がそれでとんでもない目に遭ったわけですよね。たくさんの赤ん坊がその、その被害を大変なことになったんですよ。だから大丈夫だったはずのものが大丈夫じゃないっていう前例がもう佃煮にするほどあるわけですね。スモンっていうのもあるしね。そうですよ。あんまりこれ言うと本当にバンされちゃうよ。そうそう。だからでもだからバンするっていうのは。これその公益っていうか公共のみんなのその不利益になる、うん、いやだからね、僕不思議なのはこれさ、
YouTube って Google じゃん今ね。でさ、 Google ってアメリカの会社じゃん。それがやるってさ、やっぱりさ、これバイデンのせいじゃないって気がするんだよね。うん、あ、トランプだったらこんなこと言わないよね。いや、トランプがバンされるんだよ。まあそうされたけどね。そうされたけど、だから米大統領がバンされる、ね、だからさ、本当アメリカもおかしくないって。おかしいよ、もう倍、ね、だからっていうか、この話がさ、日本の企業で日本の国内で起きたんだったら、あ、まああるよね、日本ってそういう国じゃんって思うけど、これアメリカの企業がさ、これ本当に僕だからさ、僕アメリカ大好きなんだけどさ、うん、僕も大好き、あの大丈夫って、だから大丈夫じゃないよ、こういうことがない国だと思ってるから大好きなのね。そう、ね、だからトランプ支持する人がいたり、いや否定する人がいたり、うん、ね、ヒラリー好きな人がいて、大嫌いな人もいて、うん、でその人たち共存してる国じゃないって、ね、そうで、みんなが大声で言って平気なんで、それを言っても非国民なんて言われる国じゃないじゃん。だってある意味みんな非国民なんあの、ね、大英帝国に対して非国民になって作った国だからつまりあのアメリカはそのそういうところで人をこう決めつけ、まあ決めつけるかもしれないけど、その否定して外すとかしない、うん、のというそれって基本だったんだよ。でだから僕はそれさ、あのそういう幻想を抱いてアメリカっていう国をこう見てたんだけど、アメリカ国籍の僕も幻想っていうか、それが基本だからそうなってないかもしれないけど、でもそうなるように、そう目指そうとしてるっていうかね、うん、アメリカ人はそういう方向に行くんだって、うん、ね、それがアメリカだって。かつてだからね、人種差別っていうかね、黒人差別もさ、50年代60年代ひどい頃もあったけど、それでもなんだろう、例えばね、そのジャズミュージシャンにしたってさ、まあ殺された人もいるけど、でもほとんどの人は殺されずに、で毎晩のように演奏してたわけじゃない。そうですよ。だそういう国でしょっていうね。そうです。だからさ、なんか変だなっていうね。それでね、僕ね、今日聞きたいこと言うかってさ、アメリカのことでね、僕アメリカに住んだこともないしさ、行ったこともないからさ、でその今すごく気になってるのは、その日本人、僕知ってんのはブラジル人と日本人ぐらいしか知らないんで、うん、でね、日本人ってすごく物事を相対的に見るじゃないですか。比較。ね、比較。で、それって多分ね、僕の解釈ではなぜそうなるかっていうと、多分受験の問題じゃないかなと思ってるよね。だから今教育改革言ってるけど、いや、カリキュラムいじることじゃなくて、受験のね、の制度を変えるなりやめるなりすることで、もうちょっとその相対的じゃないものの見方、絶対的な、ある種絶対的なものの見方ができるんじゃないかなって思うんだけど、アメリカってその辺どういうふうになってる？逆に言えば、日本の場合は受験のからくりを変えない限りはどんなにカリキュラムいじっても変わんない。もう変わんないよ。で、アメリカの劣化はする。アメリカの教育ってどうなってるのかな？だからアメリカの教育も、あの、そのじわりじわりと、僕のその小学校に通ってた70年代と今と比べると相対的になってきてるんです。あので、受験制度はその、うん、それもじわりじわりなんだけど、その全国統一の SAT とかいろいろこう、略が あるんですけど、その試験があったんです、はい、で僕も大学に入るときにその受けて、でその SAT の何点とか ALT、はいはい、ね、ALT じゃない、なんだっけ、なんか いくつかあるわけ、はいはい、でそれのその自分が取った、例えば2回受けて、よりいい点取ろうとする人もいるし、塾みたいなところに通うやつもいるんだけど、でもそれが全てじゃなくて、その試験の結果と、願書に書いたエッセイとかいろいろこう相対的に、で、あの面接もあって、はいはい、それで大学に入る。だからその比較されて評価されて点数で自分がこう割り出されたものと、もう自分が
発信して自分が思ってることを、はい、自分がその私はこういう人です、こういうことしたいっていうのと、はい、まあほぼ五分五分っていうか、うん、むしろその点数よりもこっちの方が、はいはい、大学のその判断材料になって、それで大学に入るっていうのが僕の時代、うん、でもじわりじわりとその相対的なものが増えてる。あー、そう。でこれってその技術革新というか IT の流れで見ると分かりやすいんだよ。そのだって機械にやらすとは楽だし、ね、受験って楽ですよ。そのボロ儲けできるのは大学ボロ儲けですよ。そうそうそう、受験制度すごい楽に、で今機械が全部やってくれるし、で同時にそのあの生徒も高校から大学生になろうとしてる連中もみんなそのアプリが使えて、その履歴書だけじゃなくて大学の願書のエッセイとか全部 AI に書かせることができちゃうんだ今、うん、もうアプリがもううちゃうちゃできちゃってるわけだから、その願書にその素晴らしいエッセイを書いたとかって言っても、もう今そのそれがなんかこう判断材料なのか、どっかのあの Google が提供した技術なのかわからないような、 だからその相対的でない評価がもうほぼ成立しないようなその状況を作っちゃったんだよね。いやだから難しいよ本当。だからそこがなんだろうな、その例えばまあ朝さんもそうだけど、物を作る仕事っていうのは、うん、基本的に相対的に物事考えちゃダメじゃないですか。ダメです、ダメです、ね、要するに自分の中に自分のスケールを持っていて、 そのスケールに合わせてそのそれで測ってあのいいか悪いか、そうで、あとこうこいい悪いっていうのもどっかで外さなきゃいけない。まあまあそうです。じゃあ自分にとってだから合ってるか合ってないかってことでね。そうそう、であとは読者とかね、うん、聞き手とか、うん、そのでその両方だけど、結局自分の腹、自分のね体内の感覚とか、うん、自分がそのずっと観察して、うん、例えばその今サワガニたちと一緒に川に入ってこうやってるんだけど、そのサワガニにとって一番いい表現は何だろうとか、うん、自分結局でもそれは自分の中で見つけて、うん、で出したらそれがあの伝わるか伝わらないかとか実験はできるけど、うん、その見つけるのは自分の中で、それってその時にその世の中の常識とかその他の書き手他の絵本作家とどう比べてどうかとかってやってたらもう何にも生まれてこない。だからそれはでも物を作るから だけじゃないと思うんだよね本当はね。そうなんですよ。だから全部それでやればいい。だっていらないじゃんその比較は。でってことはさ、そう聞くとさ、要するにアメリカもそうなっていくってことはさ、もう絶望的。僕はブラジルはそうなってる？ブラジル、いやブラジルはリオの人しか知らないんだけど、あの人たちのんきだからさ、でかつ、いや僕ねその86年に最初に行った時ってさすごいインフレだったわけ。で次に88年に行った時はさハイパーインフレで年間で 2000% とかいう時代の時に行って、でその時すごい感じたのは貧富の差激しいわけよ、うんね、でインフレひどくなればなるほど貧富の差ってどんどん広がっていくじゃないですか。ちょっとね、あ貧富の差ってあった方がいいんだなってね、ちょっとふっと思ったわけ。いやあので、ね、それはね、なんでかっていうと、あの金持ってるか持ってないかっていうことが人間の評価じゃなくなるんでね。そうなんです。アメリカもそういうところがすっごいいいところ、ね、そうね。でだから、いや別にそれは今思えばね、うん、いやそれはその貧富の差が あるからそれができるわけではない、うん、貧富の差がなんかなくたってそういうふうにすることは可能なんだと思うんだけど、みんながそういうふうにその金があるかないかって結局概念じゃないですか。そうだってどっちみち死んだら何もないもん。そう、死んだら持っていけないって昔から言うじゃん。You can't take it with you ってアメリカ人みんな言う。いやでも日本は違うんだよ。三つの川渡るのにさ
あの地獄の沙汰も兼ねして、それもあるしさ、ね、6問必要なんだよ。そうね、まあ6問あ大丈夫、誰かあのこう入れてくれる。でもそのそういうふうにね、そのこうどっちみちどこかで金持ちとか貧乏人とか外れるから、うん、だから先にもうそんなことで人をこう振り分けるのをやめようよってなればできるんです、うん、なんだよね。だからそのだから別に貧富の差があればいいとは今は思ってないんだけど、ただ当時本当にねやっぱりこれ貧富の差があるっていうことで、うん、まあ、まだね20代だったしさ、うん、貧富の差があるってことでこれだけこうなんていうのかな、あまりねあのその金持ってるか持ってないかで人間を測らないのかなっていう、うん、ただそれでもね要するに例えばあの国は混血政策をして、で混血の方が圧倒的に多いけど、その一部の白人、純粋な白人、イタリア系とかさ、そういう白人が支配してたのも事実なんでね、うん、でその人たちは交わらないんだよね、もうね、一般の人たちと。だから僕らあんまり、僕行ってもあんまり目にしないような人たちだけど、でもなんだろう、だからでもさ、うん、そうね、だからそういう意味ではだから彼らは別にそれほど、まあ、そんなにね僕の知ってる人たちの範囲だけだから、そこにその長いこと生活したわけじゃないから、ただでもそんなにその人と比べて生きていく人たちじゃないっていうか、まあ、うん、ラテン系の人ってそうじゃない、あの自分が楽しいかどうかが先で、うんうん、あの自分が人と比べて幸せかなんてあんまり考えない人たちなので、うんうんうん、だからすごくすごく僕は行ってすごくすあの気持ちのいいっていうかね、あの過ごしやすいとこだなと思ったけど、でも僕アメリカもそういう国だと思ってたしね。いやそういう国のはずだったけどね、うん、だからね、いやこんなにでもね僕従ってる、従っちゃってる、ね、うん、そうそうそう。でもね僕ね1960年生まれなのね。で、だからまあ高度成長期してるじゃんよ。でね僕ね受験勉強ってしたことないんだよね。でじゃあ要するにさ、そのなんていうところてん式に大学まで行ったかってそういうことなくて、ずっと高校までは公立の学校だし、大学だけ私立行ったけど、でね、まあだから中学校か中学校は受験ないじゃん、うん、で小学校で野球ばっかりやってたし本も読まないし、で中学校の時もそんなに必死になって勉強したこともないし、で受験のために勉強したことはないんですよ。で高校入って、でまあ、都立高校入って、うん、でそこを3年間もうね死ぬほど遊んで、うん、勉強なんてね、うん、試験前の2日前ぐらいから寝ずに勉強して、うん、それだけっていう感じで、それでもね1年浪人してとりあえず4流5流の大学ぐらいが入れるわけで、だからそんなに必死に勉強しなくてもいいじゃんって。で、うん、だから逆に僕そんなに勉強しなかった代わりに先生に盾ついたりとかね、うん、あのなんか自分の主張、うん、だから例えば今思うとさ、うん、そう中学生ぐらいの時もさあの感想文書けとか言われて、うん、でまあその本読みたくなかったってのもあるんだけどね読みたい本とか読みたくない本あるじゃん。でそういう本を読みたくない、え何のね、黒い雨、あ黒い雨読む、あまあだから読むべきだとか読めって言われることに対してそれをすることが嫌だったわけ、うん、そう黒い雨、ね、面白いね、自分が読みたい本を読みたかったの、うん、なるほど。でその時にでそう感想文書けって言われて、でどうしようかなって今でも覚えてんだけど、その読みたい本を読ませろって書くか、それともね、あの感想、要するにこの作者がどういうつもりで書いたかとか、うん、その僕がどう思ったかを人に伝える必要があるのか、うん、感想文についての感想で、で、感想で、それを書いて出したってわけ、うん、したらすげえ怒られて感想文書けって言ったらなんだこれはみたいなね、うん、で書き直すとか書き直さなかったけどね、はあ、でそういうことをするガキだったわけ。そうで僕もそうだね。でそれでもさ、なんとかここまで61までさ、まあいろいろさ、それは怒られたりさ、世の中からお前そういうもんじゃないとかさ、世の中ってでもそう、あのこれ抵抗でしょ、うん、言ってみればその言われたことをじゃあもうしょうがない、一番あの抵抗するとどっか力を使わなきゃいけないから、そうそうそう、
一番その力を使わなくていい、一番そのまあ楽とか便利とかっていう道を選ぶと、まあその感想文って言われたら適当にまあ黒い飴をパッ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 と見て適当に器用に書くわけだよね。で多分それがその楽、まあ楽なんだろうね、とか便利とかっていうのは正解だよね。でも面白くないよね。いや僕はだから自分の思ったことを伝えたいと思ったしね。そうだね。で伝えたいと思ったし、でもやりたくないことはやりたくないし、で読みたくないものは読みたくないわけだし、でも自分では何で読みたくなかったのも伝えたいしっていうのでそういうふうに書いたんだけど、まあでもね、ある種、まあ、時代が違った時代は違うんだろうけど、うん、怒られはしたけど、でも要するに否定はされなかったわけ。うん、それもありだよ、ね、そうだから僕はだからそういうこうとろくでもないガキだったんだけど、あの基本的にそれは何人かの先生に否定されることはあったけど、否定しない先生もいたわけ。そうですよ。だってそういう先生も多分どっかで抵抗したりして、どっかでもっと言うとうちの親はさ、そういうその とんでもない自分っていうのガキをさ、ほったらかしにしてたわけじゃん、うん、大したも今思うとね、いやうちの親って大したもんだよねって ね、あの捨てなかった。まあだから追い出せなかった、まあ、ほっといたってほっといたんだよね。まあそのまあある種ね、今思えばね、まあうちも裕福だったんだろうなと思うけどね、うん、これが、うん、あの親もやっぱりさ、生活のにこうね、キュウキュウしてて、そしたらまあ精神的な余裕もないだろうから、まあでも、だからまあそれはね、すごく親になんかほっといてくれて感謝はしてるんだけどね、今さらね、当時はうるせえ、クソうるせえなとかさ、クソババアとかクソジジイとかさ思ってたけどね。だからでもなんかそうやって生きてきても、とりあえずさ、日本の社会とりあえず生きていけんですよ、まだ。あの全然生きていけないわけじゃなくて、僕はそうやって生きてきたわけだし、でじゃあ受験勉強しなくたって、とりあえずはね、まあ大学も出ることは出られんですよと。だからなんかさ、そのカリキュラムいじるとかじゃなくてさ、もっと仕組み変えないかねっていうね。いや今の仕組みは楽でしょう。っていうかさ、楽っていうかさ、その仕掛ける、あともう一つはさ、やっぱり誰かを儲けてんだよね。そうですよ。でこれ多分受験ってさ、誰かを儲けるためにあるんだろうなっていうね。だからもう一つはその権威づけ、うん、まあ振り分け、ね、振り分けた後ヒエラルキーがあるわけじゃないですか、うん、その東大日本の中でね、その東大を頂点としたね、うん、ヒエラルキーがあって、でそれを守りたい一派がいるわけでしょ。ですね。でも、ね、面白くないよね、うん、でいやでもさ、だからそれをさ、みんながそう思って、結局そのヒエラルキーのその頂点を認めてるから崩れない、これね。あの僕みたいなのがこう下の底辺の方にね、いっぱいいて、でこのヒエラルキーが壊れたとするじゃないですか、すごい不格好な形になったとすると、これ成り立たなくなるんだよね。で成り立ってるのは、そこに行けない下の人たちもこれを認めてんだよね。だって例えばさ、その東大出たさ、官僚だとかさ、そのなんだ、議員だとか、うん、どっかの社長さんとかでもいいんだけどさ、うん、あの弁護士さん、弁護士様とかね、うん、で偉い人っていうじゃないですか、うん、で そういうこうなんていうの、あのそうやってヒエラルキーの中で上に乗っかった人っていうのが偉い人だと本当思ってるんだと思うのね。思ってるのかな。思ってるんだと思うよ多分。その嘲笑して偉い人って言ってんだったらまだ救われると思うんだけど、ね、先生ってカタカナ、そうだからなんかさ、そういうものにすがらなきゃいけない社会なんじゃないかなっていうね。だけどさ、それさ、いやだから例えばなんていうの、その国会議員になる素養があるとか、その総理大臣になる素養があってなってんだったら、それはそれでいいと思うんだけど、うん、要するに権威だけでやってるわけじゃない、うん、だからそうだね、そういうもののさ、だから権威ねやってる人だけしか見てないんじゃない。そうなんだよね。分かんない、素養が、素養がある人はなれないんじゃない。だからそれでいいのかなっていうか、まあ大きなお世話か。いやいや、まずいと思う。でも本当、こんなにそのこう機械にね、うん、機械っていうか、まあ渡辺さんがある意味
元凶を作った人なんだけど、そうなんだよ、そうなんだ、だからそこ ね、AI とかもうね、だからそのやめれば途中で全部爆発してくれればよかったのに、だでもね、最初にこういうものに携わった時に何考えたかっていうと、いや人間らしい時間を作ってもらうために思ったでしょ、ね、逆だった人間らしい時間、だからその機械にさせられるものは機械にさせて、その分時間を作りたかったんですよね、そういうはずだった ね、で当時だからその、うちの僕がいた会社ね、なんかでも言ってたのはディシジョンサポートって言ったんですよ、ね、サポートなんだけど、今さもう振り回されてんだよね、そうです、支配、ね、支配されてんだよね、でそれで AI とかつってさスーパーシティとか、ね、地獄、全部地獄、地獄にもう、ね、もう入れられちゃってるのもうすでに、だからそう考えるとね、その一番面白いことを全部取られちゃう、そうなんだよね、工夫とかね、試行錯誤とか、そので、生き物しか生み出せない世界にいなきゃいけないのに、結局そのまあ AI が器用だし早いし、もう無限のエネルギーをそこに提供してるから、もう結局やれちゃうんだよね、それだけで。いやそうなんだけどさ、でもさ、あの AI っていうのはさ、結局あれのフィードバックでしかないわけで、だからそのあったものしかできないわけですよ、 かつて存在したもの以外のものは作る呼び出せないわけで、だけどそのパッケージとかいろいろ変えるから、でもだ組み合わせじゃないですか、でもそれも全てね、だからその新しい、さっきから言ってるね、その無から有を生むってことは AI にはできないわけで、そうなんだよ、だけどもう無から生むっていうのはもうなんか評価されない、必要ないと思ってんだろうね、言っちゃうんだよね、もうつまんない、だからさ、そのでもそのなんだろう、少なくとも日本人のね、まあ、全員とは言わないけど、あるまあ大半の人がね、その経験がないことができないんですよ、うん、そうかもね、だから経験がないことができないし、それは必要ないと思ってんだよね多分ね、だから例えば、うん、まあ、僕なんかもそのかつてね、そのコンピューターのねエンジニアリングの世界で、まあどっかとに何か頼まれてってやって、あのちょっと打ち合わせしたいんだけどって行くと、あのこれやったことありますかとか聞くわけですよ、いやないですよって言うと、いやなきゃできないんだったら、あのやったことある人頼めばって、で僕はやったことあることはやりませんよってだけどでも結構それ聞かれるわけ、やったことありますかって、だからそれさ、そこが評価になってるわけ、そう、ね、やったことあるかないかっていうのがね、まあだからそういう時騙せばいいじゃん、あのまあやったことあります、それができるやだったら、あのこんなとこでこっちまちましてないので、大金持ちになってる可能性もあるし、ね、だけどさ、これさ、まあでもあのほら絵本の企画とか、うん、刺繍でも、ね、うん、そのできるふりをして企画が成立するわけでしょ、まあ、まあそうだけど、だからそれやったことないものをそのプレゼンするときはそれやったことないんだからできるふりしてるんですよね、だけどやったこと、あの相手からお前これやったことあるのって言われたら、それは別にそこにさ、そこにやったことあるって見え張るさ、エネルギー使うこともないよなっていう気もするんだけどね、だからさ、これさ、そう申し立てたらさ、どんどん話ずれていくけど、今みずほでさトラブル起きてるじゃないですか、そうこれね、なんで解決しないかってこの話なんですよ、トラブルっていうのはやったことがあるトラブルは全部潰されてるんですよ、ね、初めてのことなんですよトラブルが起きるっていうのは、そうだね、だからそれは見つけられないんですよ、そうか、やったことあるかでやってるから、そうか、存在だから分かんないことでトラブルが起きると分かんないんです、そうか、僕なんかやらせかなと思ったの、違うんだ、だけどね、まあこれも想像だけどね、今年に入ってから8回起きてるね、うん、一昨日かなんかも起きてるね、またね、ね、8回目ね、ってことはさ、今10月じゃないですか、ほぼ1ヶ月1回起きてるわけね、これさ、じゃあ去年毎月これ起きてたのかって話ですよ、ね、するとさ、去年と今年と始まった時の違いぐらいはかんだろうって、なんか手を入れたんだったらそこでしょうと、で手を入れてないんだとすれば、
ソフトウェアは勝手に変わらないので、はず、まあ、多少データが変わってトラブルが起きることもあるんだけど、でもそれ毎月起きてんだったら、でデータが変わっ、例えばね、ある桁を超えてしまいましたと、うん、本当はさ、あの、まあ、仮にね、そんなね、でそれだったら立ち上げ直したって動かないんですよ、はあ、でも今立ち上げ直すと動くでしょ。そうだ、ね、ということはハードが壊れてるしか思えないよねって思うんだけど、うん、それさ、もう10ヶ月経ってにもかかわらずだよ、最初のトラブルから、ね、未だにこれやってんでしょ。これね、多分みずほ銀行ね、この状態、本当にハードのトラブルだったらハード変えればいいけど、そうじゃないんだとすればこれ多分ね収束しないよ。でさ、それって何かってさっきから言ってることなんだよね、うん、要するにどういうふうな生き方してきたかでそれが分かる、うんうん、トラブルが解決できるのに、だからこの仕組みダメなんだよね、その、うん、なんていうの、やったことあるかっていう、そうというか、だから要するにそのもう根本を言えば、最初に言った受験の仕組み、うん、これがダメなんでしょ。そこがだからもうダメになってるのに、これにすがって生きてるから、どん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 悪い方向に行ってんじゃないのっていうふうに僕は見えてんだけど、一体どうするんでしょうね。でそれがだからアメリカでもそれが起きてんだとしたら、もう絶望的じゃんって。だって中国にしろ韓国にしろ似たようなもんでしょ。そう、ほとんど日本の真似してるようなもんだからね。だから結局システムに乗っかって生きてるだけ、ね、だからあとフランスがどういう教育をしてるのか、ね、フランス悲惨だよね。悲惨なの、悲惨、ね、かつてフランスヨーロッパは悲惨、14歳から哲学教育とかやってたじゃん。まったくね、もう気取りやがってね。嫌いなんだ。いや俺フランス人の子孫だからね。一番わかる、本当フランス人ダメだね。もうダメだね。じゃあ、いや、どっかに今、まあ、いるんですよ。あのそう思うでしょ、そのなんか大雑把に見るわけ、うん、ね、アメリカが絶望的、もうホワイトハウス見たらブーってゲロ吐きそうな感じになるしね、みんな。だけどじゃあミシガンに行ってね、そのミシガンの北部巡っていろんな人と話すと、いやすごいやついるんだよね、その、いや、それはだってそれは日本でもいますよ。そうなんですよ。だから日本も僕もうだってアメリカ行けないんだよ、そのワクチンだの PCR だのもうくだらないこと言う。だって PCR でもアメリカ今年いっぱいでやめるってよ。もちろんそのだってもっと立ちの悪い検査に切り替えるんだよね。あ、そうなんだ。なんかこう、あ、そうなんだ。なんか多分先に投資したやつが PCR 外せってもっと立ちの悪いやつになりそうだけど、でもそのうーん、その日本でも回っていろんな人と実際に会ってると、もう偉大な人物がいっぱいいるんですよ。いや、だからいやそれ潜んでる、当然いるんですよ。だからいるんだけど、その人たちが活躍できる社会じゃない状況としてね、まあ、活躍の場を自分たちで気づいてるけど、だからでもそれはすごい限定的な、そうだからそれは僕だってさ、その、ね、中田町じゃないんだよね、あのなんていうの、あの世間から言えばアウトローでね、アウトサイダー でいや、それアウトサイダーだって生きていく場所はあるんですよ、うん、だけど、そう、で僕は別にいいんだけど、もっと才能豊かでっていう人がもっとその何だろう、社会に出るべきだろうと思ってるんだけど、ね、でそれが要するになんか豊かな社会になっていくわけだし、みんなが、まあ、みんながっていうか、ある それを享受する人が増えればその人たちも幸せになっていくだろうしって思うんだけど、でそういう社会じゃなくなってきてるわけじゃないですか、その新自由主義だかなんだか知らんけどさ、ね、新自由主義が問題なのか、なんか、いやいや、それはもそれも問題だけど、ね、みんな問題だね。でもそのこの国の成り仕組みというかね、成り立ちみたいなものが、うん、僕は問題なんだろうと思うんだけど、うん、でもそれが少なくともさ、僕はアメリカに期待をしていたのね、今までは ねだからそういうものをぶち壊していってくれる人たちがたくさんいるんだろうなっていうね。うん、だけどそれももう今話聞くと、まあ、だからなんだろう、こういうそのなんていうの、国家っていうかね、うん、の仕組み自体のものがなくなればもっとまた変わってくるんだろうと思うけど、かその国家が残ればいいかもしれない逆に。あでね、そのいや僕らが今こうもう世界とかって言った時に、世界だってね幻想っていうか概念っていうか、うん、その
勘違いでしかないと思うんだけど、うん、でも見るときにその例えば Google とか、ね、YouTube とかそのもうバーチャルの世界がすごく膨らんじゃったからそれを見るわけだよね。でさっきその YouTube とか Google とかって話した時に、うんうんうん、あのアメリカって言ったでしょ、うん、でそれをじゃあもっといやいやアメリカって言ったってさ俺はミシガン州に生まれ育ってこの絵本もミシガンの人たちを思って訳したんだけど、うん、Google とミシガンなんか全然関係ないですよ。もうミシガンの人にしてみれば Google も YouTube も関係ない。アメリカじゃなくてあれカリフォルニアでしょ、うん、違う？そうそう多分そうじゃない？だよね。だってあのなんだっけシリコンバレーの方でしょ。だからあれがアメリカだと思ったらもう大違い。もう僕らもうあんなやつをあの早くこう地震で海に落としたいぐらいの思いで、ね、でいやいやでもじゃあウォール街とかって言ったらいやいやあれはニューヨークであってもう あんなものできればこうブルドーザーでこう大西洋に押して終わらせたいわけだよね。だからそのアメリカがこうだとかって言ってる時に結局その両端っこの超富裕層とかもう奥の院の人たちがいて真ん中は違うんですよ、うんうん、でそのねあの渡辺さんが求めるそのアメリカのぶち壊してくれる人たちってそのいるんだよ。そのミシガンとかオハイオとかその、ミネソタ州とかねもうクソ寒いところとかね、そのニューオーリンズのなんか蚊に刺されながら生きてるとか、うんね、そういう湿地帯とか いるんですよ。ミシシピ川に沿って。でだけどそのやっぱりアメリカ そのイメージとかアメリカの資本とかアメリカが何なのか。だから国家ならミシガンもニューヨークもあのオハイオもカリフォルニアもその成立するわけで、せめぎ合うこともありえるんですよね、うん、アメリカは合衆国ですから、うん、そのだけど国家を超越したところでやるともうダボスに集まってる連中が決める。でそれは、まあ、習近平も来るだろうしバイデンも来るだろうし、だけどまあ彼らだって使いっぱしりですよね。そのそうだね、もう全然あのその昔の日本語で言うとソークって走る犬って言ってたんだよね。彼らはもうソークであり手先であって、うん、でそうなった時にもう勝負できない。だけど国家で合衆国まあね建国の父たちジェファーソンが作った憲法に基づいていくとまあ壊したりリセットしたりっていうのもありえなくはない。だから国家が問題っていうよりなんか今まあそうね今はね国家がその最後の砦じゃないかなって気がする。うん、でもちろんあのアメリカはじゃあどうすべきかというとそのバラした方がいいんですよ。うん、まあ、あのそう、ね、もうカリフォルニア切っちゃった方がいいんですよ。で彼らはまあ資本持っていくけど魂はこっちにあるっていうからね。まあ魂だけで生きていけるかっていうのもあるんだけど、でもどっちみち来ないんだよその富も。まあね、彼らは回してくれないんだもん。うん、だからで多くの人が幸せになるってねその思いは僕もあの持ってるし、そのなるべくねいろんな人に面白い物語とか面白いそのひらめきとかそういうものが広がったらいいなと思うし、うん、その自分がやってるその表現の仕事もそれなんだけど、うん、でもじゃあ自分が本当にある種の責任を持ってこう作れる世界ってやっぱりどんな人でも多分自分の周りのところだと思う。まあまあそうね、それはそうかもしれない。そこを抜きにしてこう、うんうん、人類の幸せとかって言った時に何にまあまあそれは嘘くさくなるね確かにね。そう、うん、なんだけどさでもそれにしてもさなんか力強すぎるじゃないその相手、うん、って誰なんかねねえ誰なのかね
ね、でも本当今でも聞いてるとさ、確かにそのいや部分その何まあね、日本にいてさ、まあ、日本の国家にしてもさ、ね、内閣にしても、ね、まあそれこそ、ね、あの国会議員にしてもさ、もう大嫌いだけどね、うん、だからない方がいいと思うけど、じゃあ確かに今言ってるみたいに、じゃあなくなった時にね、その何 Google だとかさ、そんなもんに支配される社会も嫌だしね、もっと、ね、もっと嫌だよねって、まだ安倍に支配されたらマジかって、そうですよそうなんだよ。だからあもう今のね、今の政権ひどいとか思うでしょで野党見てごらんなさい、もっとひどい、ね、いやだけどさ結局でもそれもさ、なんてだから なんだろう、それも相対的な話じゃん。そうですよ、ね、そうですよ。だからもうそういう相対的な考え方やめて、やめた方がいいで、何どうすることがいいのかっていう、そうそれがその大多数の人がそれの方がいいと思うかっていうこと、うん、でも大多数も本当にこう考えずにこ、うん、どうするかっていうことを、ね、自分の腹もあの自分鏡を見て相談して、うん、それでそれをすればいいんですよ。で しているとそれが人に伝わったり、やってるとそれが何かにつながっていくんだけど、うん、それをやらない限りは投票行動が意味を持たないね。まあそうだけどね。すごいあのなんかこう政治に関して自分も含めてだけど、めちゃくちゃ勘違いしてるんだよね、うん、みんな勘違いしてるよね。と思うね。すごいよ。この感じ、少しでもマシな方を選ぶとか、なんかでそこになんか集中するって、なんかもう最低だね。前も言われてるけどさ、鼻つまんで投票しろとかさ、うわいやもうあの僕もさ、前回の衆議院選まではさ、二十歳からさ一度も投票行かなかったことがなかったわけ、うん、でもさ前回はさ、もうさすがにもうこれちょっとやってらんねえわと思って、もう行かないって初めて行かなかったのねそしたら誰かに言われたら、そういう時でも鼻つまんで行くんですとか言うから、いや鼻つまんで投票には行かないでしょって、うん、全くね、なあ、まあ、まあだから本当あの体験ね、何度も体験とか参加とかね、加わって言えることがいっぱいあるからとか思うことがあるから、だけどそこに意味が、その今回の選挙で自分が投票したら意味があると思ったらとんでもないですよ、うんね、だから無意味だと思ってニヒル票というか無意味票というのもあると思うよ、うんうんうん、でもその鼻つまむって、鼻つまむほどの相手じゃないんだよその鼻つまむほどの話じゃない、だから行かなかったんだけどさ、レベルだよね、うん、でもあのまあ、この話とそこまでつながるか分かんないんだけど、あの日本ってそのね、教育 あのいろんな課題とかをあの考えるときにすごく分かりやすいのは英語教育なんですよ、うん、英語教育、英語教育、ずっと英語教育やってるんだよね、うん、でとんでもない英語教育なんだよね、その英語できないようにする英語教育、うんうんうん、これどこから出てきたのかって思ったりするんだよね、うん、まあ自分はそのアメリカに育ったから英語教育もなくって英語を喋るようになったし、日本語はそのまあ大学でちょっと潜りでやって日本に来て日本語学校通ってるから文部科学省に一切世話にならずに日本語を覚えたわけ、うん、国語教育受けてないのに国語の新書いてんだもんね、日本語でね。そうそう。で、国語の教科書に載ってるんだよね、その、うん。国語教育受けて。で、そういう立ち位置で僕が今度、まあ、英会話スクールでずっと教えてた最初の2年間、それで生計立てたし、うん、で、なんでこんな発音になるんだろうって、もうおかしいよっていう思いもずっとあったんだよね。で、その、だいぶね、自分も日本語で仕事、するようになって絵本の仕事とかやって、うん、そうするとこうまあ池袋 あの僕が日本語を覚えた坂下通り商店街の人たちじゃなくて、もうちょっとこうエリートの人たちの話聞くわけだよねで僕が日本に来たのは1990年だから、うん、その
出会ってもう大先輩でね、その、うん、すごいいっぱい英語の翻訳とかやった人たちと話すと、うん、結構みんなもう戦中のエリート教育なんですよね、はい、みんなそれぞれの地域でその一番エリート、もうそのまま海軍の将校になるような、うん、でそうするとね、みんな素晴らしい英語教育を受けてるわけ、すっごくいい英語教育、はいはいはい、で日本の英語教育の多分最高峰は中野学校だったんですよ中野学校の言語教育はもう無駄がないんです。ですごくこう実用的だし、 でも鹿児島の英語教育とか前橋の英語教育とかいろいろ聞いてると、はい、一部のエリート、あとはみんな適正語、下地もはもう適正語だから勉強しちゃいけないっていう、うん、ほらアメリカの放送が聞き取れると困るから、はい、だけどエリートはみんなやってるんだよね、うん、で彼らの英語教育がその戦後も続いてれば多分まあたくさんの人が英語喋れるように、まあ、学校教育が役に立って興味のある人が英語できるようになる流れがあったはずなのに、うん、そうじゃないんだよね。で何なんだろうと思ってたら、カムカムエブリバディっていう戦後の大ヒットした NHK の英語のラジオ番組があったんですよ、平川清さんっていう人がそれについて本書いてるんだけど、うん、平川、忠一って言ったかな、唯一さんって、唯一さんかな、がそのお父さんで、その人が NHK でもうすぐもう戦争が終わってもう適正語が急にもうみんなが英会話をやる時代にもうガラリと変わって、すぐにこのカムカムエブリバディっていうキーワード、それがキャンペーンの、英会話の番組が始まるんです。基礎、今で言うと何だろう、基礎英会話、ラジオ英会話、はい、でその平川さんがこう言うんです、カムカムエブリバディで、カムカムエブリバディ How do you do and how are you? Won't you have some candy? 1 and 2 and 3 4 5とか、わけわかんない歌をしょしょしょじょじに合わせて歌って、それが毎日からもう始まって、でこの人がその戦後の英語英会話の多分原型を作ったんです。で聞いてみるとね、日本語で喋ってるほとんど、だから日本語が元の番組っていうか教育っていうか、その時間が日本語に基づいて英語をこう変にこう乗っけてるわけ、うん、でこんな番組を100年間聞いても英語ちっともできるようにならないでじゃあ何を伝えてるかって、その本をね読んだら、これが平川清さんが書いた、はい、カムカムエブリバリーっていう本に出てくるんですけど、1946年の11月3日の放送の、原稿があるんですね。でこの日英語会話ですよ、正式名称、番組の英語会話ですね、うん、でこの日、まあピンときますよね、11月3日はい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 、1946年、つまり日本国憲法ですよね、はい、でその時にね、この平川さんが昨日は新しい日本を打ち立てる土台となるべき新憲法が発布されましたって言うんですよね。でこれ英会話の番組なんですよね英会話の番組なんだけど、日本はこれから先永遠に平和な国家として進む道がはっきりと定められたわけです。どんな時でも喧嘩はやめて仲良しで行くのがどれだけ幸福なことか、
力強い新しい文明を築き上げることにも役立っていくか、そのことを真っ先にやってみせる機会が私たちに与えられたわけですねって。でここでこう今度英語とつなげるんですよ。日本はここに世界平和のチャンピオンとして新しく名乗りを上げたわけです。私どもカムカム赤ちゃん、カムカム赤ちゃん、カムカム赤ちゃんですよ。その聞いてる人たち、へえ、1年前まではあの鬼畜米をどれほど多く殺して道連れにして地獄に連れていけるかっていう、その一億総力戦で欲しがりません勝つまでは火の玉なんて火の玉って言って、その一億玉砕をやってた人たちだよ。それを同じ放送局だよ。それを私どもカムカム赤ちゃんのニコニコに力で、ニコニコの力で喧嘩の力よりもどれだけ偉大な働きをするものかっていうことを隣の人々そして世界の人々に示す日がいよいよやってきたんです。やりましょう。皆さんの作ったニコニコの波が世界を風靡する時が来たら、その時こそこの地上に天国が実現する時でしょう。すごいよね。また見てくれんの。いやいや、もうあごめんなさい、僕さっき間違えた。11月の4日ですね。あ3日の次の日、翌日、まあ3日を受けてね、うん、はい、でいやこれはそのもうずっとこの調子で行くんだけど、その英語教育がなんかその世界の概念とか平和の概念とか、そのそういうものを結局作るのが役割で、その英語どうこうじゃないんだよね。うん、はいはいはい。それで受験の中では英語はなんか振り分ける評価する、うん、さっき言ってた相対の一つのもう基準として使われてて、だけどその意味も実態もその何かを生み出す力もないんですよ。何にもないんですよ。そのでそれを英語教育とか英会話とかってパッケージしてとんでもないものをこうみんなにこう植え付けてるんだよね。で僕は別に反応しないよ。そのニコニコの力って、俺だって今までどれほどニコニコして人に可愛がってもらったかわからないですよ。ニコニコはいいことですよ。ニコニコはいいし、カムカムエブリバディって僕も善人も悪人も来たれっていう感じで友達もねいっぱいいるし、だからその反応することはないんだけど、でもこんなことをやってるのがその教育でも放送でも何でもないんだよ、うん、もうゴミ、その汚す思考を鈍らせることにしかならないんだよ。だからそのね、番組、まあ、僕もねそのラジオパーソナリティの端くれとしてこうちょっとこうかんね、こう思うことあるんだけど、その番組ってそのできることすごく限定的だと思うんだよね、うん、そのデモクラ TV やってその、はい、できること本当にちょっとしかないし、はい、そのしかもその実験しながら結局視聴者の時間を奪ってるわけだよね、はい、悪いなと思いながらね、なんか2時間ももらっちゃうって本当ね、本当大それたことなんだけど、それを平気でやる。だからその、ね、できることも天秤にかけると
なんかやってていいのかなと思うんだけど、でもそのこういうでっかい話とか全部をこう、夢のオブラートに包むとかそういうことは絶対やっちゃいけないと思う、うん、で、あのその聞いてる人見てる人にその何がピンポイントで伝わるかわからないけど、でもその伝わる可能性のあることをこうやって、それが伝わった時に相手が気づいてなかったことに気づくとか、うん、何かこうこれがあこれが自分にとってこう使えるなっていう、うん、でそれをやるのがそのメディアで唯一できることだと思うんだ。これすっごい反面教師だけど、うん、多くのそのまあ放送もそうだけど、その、うん、政治も結局そのでっかい話をするんだよ、うん、でっかい話は全部インチキだと、まあそうね、いや僕なんかも例えばデモクラティーもそうだけど、まあ、他のもそうで、その発信する側からとしてみれば、いやこういう意見もあるしこういう考え方もあるしこういうものもあるけど、いやそれをいい悪いをチョイスするのはこちらがじゃなくてその受け取る側でしょって思ってんのね。だからただどうしても出てる人にさそれ言ったところでさ、そうじゃない人もいるのはまあそういう事実だけどね、押し付けがましい人もいるし、それなんていうの、それこそこれが絶対正しいんだってさ、絶対ってあるのって思いながら絶対正しいんだっていうようなことを言うような人もいるけど、まあでもそれも逆に反面教師じゃないけど、見てる人がいや何言ってんのって思ってくれればいいやって思ってるわけだ。今こう喋ってることだって、いやこれは僕の意見だし朝さんの意見だし、でそれを別に押し付けたいわけでもないし、ただあの披露してるだけの話で、まあさらけだし、そうそう、でいや笑ってもいいし笑われてもいいしね、で共感してくれてもいいし、だそう、あのある種メディアってそうあるべきじゃないかなっていうか、で事実は事実として きちんと見せればいいわけで、例えばこういうものだってこれフェイクじゃないわけで、だから現物があるわけじゃないですか、そうそうできた、ね、で現物があってこのねなんか真っ白な本、そういう本もあるよ、ね、そういうやったことある、ね、でもこれはそうじゃなくてこういうものも、ね、だからそういうものもきちんとだから分かるように、うん、だからその見えてないものは見えてないんだけど、あの見えてないけどこうだと思いますよってことだし、自分から見た時こうかもしれないしっていうのと、そうそうそう客観的なあの状況からいくとこうかもしれない、こうだろうと、うん、例えば、まあ、原発の問題だってそうだけど、うん、原発の中に誰も入って見ていけないわけだし、ロボットですら入っていくとぽっかりちゃうわけだから、そうそうそう、だけどそれはいろんな状況を考えた上でこうだろうっていうのは、うん、でそれは想像だっていうことには分かっていながら、でもまあ8割方そうなんだろうなっていうことを言うことも可能なんだよね。そうそうそう、でそういうものを全部やっぱりそのちゃんと嘘っていうかさ、オブラートに包まずにきちんと出すことで、見る側がどういうふうに、聞く側見る側がそのきちんと判断できるように見せること、うん、だから主観だっていいんですよ別にね、主観を述べることは全然問題ないんだけど、前もちょっとうちのコメンテーターに昔ね言ったことあるんだけど、あの主観を言うのは構わないんだけど客観で装わないでくださいって、うん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 、そうだね、そうそう、でこれもあの今その本からコピーしたものを読んでるけど、うん、まあ 100% ねこれ裏取れてないんですよ、だって僕はまだ生まれてないし聞けてないんだよね、まあでもまあここに書いてあることは、ね、書いてあるか、でだからその言語も一つのまあエビデンスっていうかね言語もその一つの実態、これが実際に本としてここに存在する言語があるって、でそれをこう確かめながらいくわけで、言語教育とか政治も全部言語でできてるから、うんうん、それでやっていくべきだよね、はい、でも抽象概念に持っていかれるじゃん、うんうん、いつもね放送も抽象概念に持っていかれる、政治も抽象概念、経済も実体じゃなくて、でだからその自分がねその何かこうやりたいことのその基本があるとしたら、その言語も含めて全部その
どっか現実とつなげたいよね。そういやつなげられないよ、うん、さっき言ったね、あの行けないところとかあるんだけど、でも実態とか何かその事物現実とつながった時に初めてその僕らの言葉とか僕らの映像が意味を持つし、そこから何か作れるんだよね。でも何も実態とつながってないものは結局こうまあなんか振り回されて振り回されてまた振り回されて、でもさそれをだから受け取る側もね、その言語に対してさやっぱりすごくこうなんていうのかな、軽いっていうかね、だから僕もすごいそれ感じてて、その言語をね、だから例えば今政治にしたって何にしたって言語できちんと説明すべきでしょっていうか、それで考えてるわけじゃんってね。でも例えば政治家なんか見るとさ、あの日本語大切にしてないんだよね。もちろん、いや大切にあのぶっ壊してるよ、ね、てか大切に劣化させてるよ、ねね、だからさそれすごいうまく劣化させてる、それダメだよねっていうかさ、でだまずそれをきちんとさ使うことでそのきちんとした考えができるわけだし、全くね。でも1946年の11月の4日ってそのだいぶ前じゃん、うん、もうすでにこんなものですよ。隣の人々そして世界の人々に示す日がいよいよやってきたんです。やりましょう、皆さんの、作ったニコニコの波が世界を風靡する時が来たらその時こそこの地上に天国が実現する時でしょとかって、もう日本語だろうと何語だろうと何にもこう意味がないんですよ。そう、ね、だから振り回してるだけ。だからもうずっとそういうことやってきてるってことだよね。ずっとやってきた。だから今の政治の言葉が空虚だとかって言ったって、じゃあいつ空虚じゃなかったのって。もう新聞ね、今日ですね、東京新聞の朝刊、うわーひどい、なんかこのエビデンスも何もない後遺症の話を一面に堂々と載せてとか言ってるでしょ。でいや裏取れてんの本当なんですか、こう感染症のとか言ったって、まあ新聞だよね。新聞って本当のことが載ったことあるの？ない。いやいや野球の結果とか、あだから野球も結果はそうかもしれないけど、でもほらオリンピックで随分紙面使ってたでしょ、うん、オリンピック無観客でしょ、うん、無観客ってエビデンスないんですよ、あの分からないでしょ、あの審判と主催者と選手がグルになればどうにでもできるでしょまあそうだけどね、無観客ってダメですよ、あのスポーツは観客がいてそのそうか承認なんだね、承認なんですよ、承認なしで裁判やってるんだからあの東京オリンピックがあったのかなかったのか誰が勝利したのか誰も確認できない、みんなグルさすがだね、そこ考えなかったわ。だから無観客ってスポーツじゃないですよ、そのグルですよ、バーチャルですよ、あの e スポーツのレベルにオリンピックを落とした、あの応援するために入れるんじゃないんですよ、審判の審判なんだ。で審判の審判のないスポーツはもうスポーツじゃない。なるほどね、うん、あでそれそういうことをねその考えると多分あの全てがこうグル全てが劣化してそのバーチャルのレベルに行こうとしてるんですよ。そうだね、アメリカ の今の大統領とされているバイデンがどういう選挙で受かったかってもう凄まじいことだよ、まあねそれね、全く分からないですよ、ね、あの全然本当の投票の数は出てないんですよ、全然出てない。でそれあの確かめようとしてももうそういう話は扱わない、どこも扱わない。日本なんかもっとひどいじゃん、だってさ自民党の中の総裁選ぶだけの選挙にあれだけメディアが騒ぎで、かつその選挙結果数字出してるけどあれ本当かいって、ね、分かんない誰も分かんないあのでもその前にほら AKB48 総選挙ってずっと繰り返してるからもうそれが選挙、ね、選挙の意味がもう変わっちゃった。でスポーツのオリンピック大会って言ってたけどその審判の審判となるその観客を入れなかった大会ってないんですよ、うん、ないんですよ。ギリシャ古代ギリシャもなんで観客がいるかってそのためなんですよ。
だからその無観客にしたらもうオリンピックって言っちゃいけないですよ。違う回ですよ。で多分次回からもう e スポーツが入る。 e スポーツってそのほら端末でこうやるでしょ、うん、だからそのアルゴリズムでも何でもいいんだよ。そのこの端末とこの端末のあのちょっとした時差を生じさせたら誰が勝つか分かるじゃん。この指のこれじゃないでしょ、うん、だからその e スポーツってスポーツじゃないじゃん。これでやるわけでしょ、うん、でこっち側のプログラムによって変わるわけだよね。でしょ、うん、だからそのスポーツじゃないじゃん。でも無観客のその、試合も同じなんですよ。でそういうふうにやっぱり持っていくんですよ。次は e スポーツが多分次の夏のオリンピックは入るよ。でそれで結局全部 e スポーツ。なるほどね。それは考えなかったね、うん、無観客は証人がいなくなるっていうのはね。そういうことです。もう証人がどこの世界でもこういない。誰もその多様な、だってその1万人が入る試合は1万人買収するって難しいで誰がもうで酔っ払ってるやつもいるしね、言うこと聞かないやつもいるし、いろんな、でそれがスポーツのフェアっていうか、その構成を生み出すわけ、うん、審判がいるからじゃないんですよ。審判はもう汚いんですよ。審判はもう、まあそれはよくある話で、昔から野球だってサッカーだってね、そうそうそう、エコ引きつらね、そうそうそう、だからそれはあのいいんですよ。でも観客がいてやっとその成立するものは、うん、あの無観客でやったらダメですよ、そんなの、ね、本当だね、うん、だから番組、結局ねその番組ももちろんそのリアルタイムで必ずそのね、必ずしもみんなとつながるわけじゃないけど、でもその評価がいっぱいいろんなその視点があって、それでどうなのかっていうことを、でまあ僕らがここにいてある意味こう晒し者っていうかある意味まな板の濃いなんだけど、でもそのまな板に乗る代わりにみんなの時間をいただくし、うん、みんなからこう声ももらえるし、うん、でそれで僕らも成長できるし、それが関係として成り立ってれば僕はメディアは多少はいい、ね、だからこれ例えばこれ始めるきっかけになってね、相川欽也さんとの番組が、その相川欽也さんの番組を始めるきっかけとなったのが、その CS の、ね、スカパーでやってた、うん、あのパックインジャーナルっていう番組が、まあ、要するに朝日ニュースターが朝日新聞からテレビ朝日に売られると、うん、でその時に相川さんの番組は人気番組だったんでね、うん、その残すけど、うん、2時間の生放送だったんですよ、うん、それを1時間の収録番組だって、うん、で相川さんぶち切れたんですよ、うん、まず時間が短くなることよりも、うん、収録はダメだって、うん、でそういうことなんだよね。収録ってのは手入れられるから、ね、うん、そうです。で俺の番組手入れるな、うん、でもやらないっていうね、うん、で、まあ、インターネットに行ってやる、うん、だから、まあ、ある種今でもその生放送にこだわってるわけね、うんうん、あの中の他の番組に対談番組とかそういうのはね別に、収録とかするけど、うん、要するに相川さんのやってた番組の後継番組とか、うん、今もそうだけど、うん、要するに別にこの番組でねそのどっかちょちょ切ってね何かしたってそれは大きな問題にはならないけど、うん、ただ要するに生でやってるっていうことがフェアっていうつもりではいるんでね。だからそれは当然だからね、そのオリンピックにしても何しても確かにそうだよね。試合を収録して後で CG でやるわけだよね、うん、できる でやらないかもしれないけどできる、できるっていうのは問題で、そう僕もね面白いんだよね、前生放送いろいろあったんだよ、うん、で減って日曜日の朝もたまに出てたもんね、そうテレビね、あれも生だよね、だけど減って消えたね、ここだけだね、ここ、広島ローカルのラジオ、うん、だから結局みんな怖いんだよ、そう怖いんだよね、怖いで僕だって怖いよ。それはそうだよね。だからさ、いや一番怖いよ。ね、でもろくなこと言わないからさ、僕にしてもそうだけどさ。そうなんですよ。だけどそれがその
約束なんだよ、その、そのリスナーとの約束、視聴者の約束で、それが耐えられないなら出なきゃいいんですよ。そうだね、うん、あの僕だって執筆で、執筆はね生じゃないんですよ、あのもう書き直して書き直し、うん、100万回も書き直してやっと出るから、それもうすごい考えて工夫してる、発表した時にもうすごい手が入ってるから。だけど生はやっぱり約束なんだよ。そうね、と、うん、でそれを破るって、放送局は結局リスクを負いたくない、うん、でも面白くないよ。そうそうそう、今の、ね、今のまあ僕はもともとテレビ持ってないし見ないし、でも本当テレビね、自分がその日曜日の朝とか出てた頃に比べるともう多分劣化がすごい。いやそうだから、例えば音楽のライブだとそうだしね、そうだね、その演劇だとそうだし、だから映画と演劇が違うとこだしね。そうそうそう、で音楽だって例えばね、その CD っていうか録音なんかにしてみれば、あれ1音ずついじれるからね今。そうなんですよ、もうやりたい放題。あのテープでやってた時代はそこまでできなかったけど、今本当に1音だけでもいじるから。だからそれでもそれも一つのね、その要するになんていうのかな、例えば音楽で言えばね、仕上げる、うん、そう、そのある種例えばその CD なりレコードでもいいんだけど、それはそれは一つの芸術なんだけど、そうそうそう、ただそれはライブでは、ライブの演奏とは違う、違う、全く。でライブの演奏は多少間違えても何でもねっていうか、そこが面白い、ね、で それがあって初めてライブが存在するわけで。でもう一つはだからライブでいけばその聴衆とのその息遣いというかね、だから今配信ライブとかって無観客でやったりするけどさ、あれはライブじゃないよね。ライブじゃないんですよ、もう全然ライブじゃない。もっとひどいのがさ、あのこれもさ、ちょっとおとといさ、脚本家の人とさ対談したんだけど、その時も言ったんだけどね、そのさっきのさラジオ深夜便でさ、うん、土曜日の晩って落語やったりするじゃないですか、うん、1時ぐらいとかね、そうそうそう、あれさ、ここ半年1年ぐらいさ無観客でやってんだよね。無観客だよね、かわいそうかわいそうもそうだけど、聞いてる方も辛いんだよね。辛いよ、だからあの妻も言ってた、僕はラジオ深夜便とてもじゃないけど、あの出る時は出るけど、うん、付き合ってられない感じなんだけど、妻は聞くんです。そうするともうあの無観客の落語はもうどうしようもないって。でさ、こう笑うところでさ笑いがないんだもん。ないよ。でさ、笑いがないのがすごい気持ち悪い上に、やってる人の気持ち悪さが伝わってくんだよね。そう、そうなんですよもうあれは本当にひどいよ。そうなんだよ、 G だよ結局。ひどいって言いながら聞いてるこっちもどうかなと思うんだけどさ。そう、いやだからそれ落語に対して失礼だね。だからそれはさ、演劇にしても音楽にしても同じでね。だから本当にね、これライブもさ、こんな状況でさ、うん、まあ、やっと昨日からさ、なんか解禁しましたとかわけのわかんないこと言ってるけどさまあいや何が面白いかというと、その解禁酒っていう言葉ができたんですよ。すごいんだよね、すごい面白い言葉があるなと思って。いやその感覚はいいよね、その要はその別にね、もうその感染症予防とかもうこんな投球心なんだけど、いらない。だけどその今までね、僕らはねちょっとこうお茶立ちじゃなくてね、ちょっとこうなんかうーん酒立ちっていうか、なんかちょっと立ってたんだよね、そのガンかけて僕はやってないけどね、僕もやってない僕も、まあ、皆さんね、そう皆さんだから、まあなんかかなりの人数の人たちがちょっと願掛けをしてて、うん、それがやっとこう解禁酒が飲めるっていう、まあ、まあ皆さん可愛いよね。いや今日さ、このここ来る前にさ、さっきのね、あの元相川さんのマネージャーとさ、あの目黒のトンキっていうさとんかつ屋なんだけどさ、そこ行ったのね。でそれさ1ヶ月ぐらい前にも彼女と行ったんですよ。でその時はねお酒出ないじゃないですか。あ、そうなんです。お酒出ないからガラガラだったわけ。おで本当に、ね、いつもだとあそこは並ぶ店なんだけど、うん、夕方行ってもね、うん、夜じゃなくても夕方でも並ぶ店なのに、もう並ばずってカウンターってあって、うん、カウンターにさもう本当にさあの一人置きずつぐらいに、うん、入って行ったらもう全然並ばなくて、なるほど、それがさ今日行って
今日そんなことすっかり忘れてて、今日行ったらさもうすごいわけ人が。なるほど。で1階のカウンターいっぱいで、で、まあ、僕そこあの結構顔なじみなんで、で上空いてるって言ったらさ2階ね、あ2階の方が早いですよとかっていう感じで、で2階行ったらよく見て周りみんなビール飲んでさ喜んでるわけ。そうだよ。あそうか今日昨日からビール飲めるから、ね、いや僕もすっかり忘れてた友達に言われた。だから解禁酒だからさみんなだからさ今今日あたりはさ外出てさあのよかった ね飯食いながら酒飲んでさ、ね、よかったね。まあ、でもさ本当にあの従順だよね。従順すごい、ね、そのまあ行ってもお酒出されないから行かないってならまだ分かるんだけどさ、じゃあ店の方だってさそ、まあ、この辺の店はさ大きな声言えないけどさこの辺の店は結構酒出してみたそうだよ、ね、あのいや僕の世話になってでもたださ日本の場合はさもう特に最近さそのチェーン店の方が多くなっちゃってる。そうそれが大きい、ね、でチェーン店はさやっぱりそのそういうことをきちんと守るっていうか、うん、まあサラリーマンがさシステムシステムでかつサラリーマンが経営してるわけじゃない。そうシステムにハマってる、ね、そうだからチェーン店はもうねあの8時になるともうテイクアウトしかやらないとか、そうそう酒は出さないとか本当にもう言われた通りにで結局ダメージを受けてるのはその個人経営の店がみんなすごいダメージだし、うん、まあ休んでるところはその1日いくらとかってあるんだけど、でもだって開けた方が儲かるもんだっていい店はね、そうそう絶対そうだし、そのたとえね1日いくらってもらってもやっぱり店はね衰えていくんだよね、うん、そう。それにさだってその金じゃあ金もらえればさ働かないかってそういうことじゃないもんね。うん、もうベーシックインカム大っ嫌い、ね、いやだからベーシックインカム僕思うんだけどねベーシックインカムにしたってね働かないやつも出るとは思うけど、でも大半の人はね多分働くんだと思うんだよな。っていうかそうだよそのそのために働いてる、って言ったらもう人間が終わってるよ、ね、だから確かにお金のために働くのっていうのはそれは当然っちゃ当然だし分かるし、うん、だけどそれだけじゃないよね。そうですよ、そうですよ、それ以外のものもあるから働いてるわけで、だからベーシックインカムがになったとしてもそりゃそんな働かなくなる人がそんなに増えるっていうかほとんどの人が働かなくなるわけじゃないだろうなっていうか、ただもっといや僕はねそのベーシックインカムまあ賛成か反対かってどっちでもいいんだけど、そのじゃあ仮にベーシックインカムになったとするとあの自分のやりたいことをやる人が増えるかなって、うん、今は我慢してこの仕事しかないからやってるっていう人が、でも僕は逆だと思う。その、うん、俺さっき AI の話してたでしょ。で最初の思い最初の狙いは、うん、こういうことをすれば人間らしい時間が増えるとか思うでしょ、うん、でベーシックインカムに対して渡辺さん同じ幻想を抱いてるんです。そっか、やっぱりベーシックインカムねあったらそれが土台になってやりたいことできると思うでしょ。違う、支配なんですよ。ベーシックインカムは餌、豚に巻く餌でそれで結局家畜になる、もう支配のからくり以外の何者でもないです。でその AI も同じなんです。もう支配するために仕掛けてるやつがその良さげに見せてる、良さげにこれができたら便利だよね、これができたら余裕ができるよ、これができたらねみんな安定してなんかいろんなことができるよねって言ってもうそれで乗っ取って一網打尽ってやつだよ多分ね。だからアメリカ、さすがだね、あのねアメリカ国民がなんでその皆保険医療保険制度クソくらいなのか、なんでいらないのか、なんで嫌がるのかって、その自分がね怪我したら病院に行ってそれで法外な値段でね自分が保険入ってないと大変だとか治療もらえないとかそういうケースあるんだよね。悲惨なことがいろいろもう世界で起きるし、アメリカもひどいことがいろいろある、矛盾もある。だけどそういうのがあるからこういう悲しいこの治療を受けられずに死んだ人とか大怪我して結局借金で自己破産したとかいろんな逸話は見つけられるよ、うん、でアメリカのその医療制度はいいとは全然思わないけど、でもじゃあなんでミシガンとかオハイオとかミネソタとかルイジアナで
その解放権いらない、もうオバマの言ってることはデタラメだ、いらないってなんで言うかというと怪異だから。怪異が嫌いなんだよ。みんなが入るのはあの一網打尽なんですよ、支配に使われる。そうだよね。俺たちはねスターリンとあの一緒になりたくないんです。俺たちは中国共産党と一緒になりたくないです。俺たちは州がバランバランでいいんですよ。で村がバランバラン、ここでは酒飲める、ここは酒飲めない、ここは、18歳から大人、ここは20歳、もうバランバランでいいですよ。もう入ってくるのはアーミッシュの人たちは電気は拒否、こう結構素晴らしい、もう宗教がごちゃんごちゃごちゃと違ったものがあって、でいつも喧嘩しててもいいんですよ。あの一番恐ろしいのは怪異保険、怪異教育、怪異宗教、あのミナっていう、はい、もうあの字をあのもう解体したいんです、もう潰したいんです。であのパンアメリカなくなったわけだ。それそうパンっていうのがね、パンアメリカがなくなったのに今バンされてるね。もうバン、カリフォルニアの連中にバンされてるね。なるほどね、さすがそうか、アメリカ人ってそう考えるのか。考えてたんですよ。だけど今そのそういう基本姿勢のアメリカ人が追い込まれてるっていうのが事実だよね。でもそのだからその悲惨なことがいろいろ起きるのは分かるんだけど、悲惨ないろんなこの世で起きる悲惨なことの中で一番悲惨なのは怪異、あの一網打尽、みんなが同じことを追い込まれるっていう、うん、だからベーシックインカムも反対だし、そのまとまることが最悪です。で出られないから、だって中国のその今の社会からどうやって出口を作るの、出口がないじゃん。出口がないようなところに行かないっていうのがまあ基本だったんだよ ね。でももう今のワシントン見てるとね、まあでもさ、でもなんだろう、アメリカみたいにさ、それをこうなんていうの、こう法律でねやるのはまだいいと思うんだよね。日本みたいにさ法律も作らないでみんなにこうさ、なんていうの、同調圧力、そうそう、同調、じゃ、まあ、同調圧力の前になんか見えない圧力がかかってるわけでしょ。まあね、それによって同調圧力が生まれてるでしょ。まあね、でもまだいいよ。いやどっちがいいかって言うとさ、いや緩い、いや俺この国は本当になんか住みにくい国なんだけどなまあでも生きているから、なんでいるのかって言うと、多分しがらみがあるからいるんでさ。そうか、しがらみがなかったらそりゃラテン系の国に行きたいですよでもまあ日本の可能性はすごくある、うん、可能性っていうか、そのね、まあ日本偉そうにね、そんな日本がどうのこうのじゃないけど、でもあの面白い人いっぱいいるよ、本当面白い人。まあ、いやそれは別に日本に限らない、それは日本に限らないと思うね。それは中国にだってさ、あの北朝鮮にだってさ面白い人いるんだと思うね。でだからなんだろう、これもね最近思うんだけどさ、その僕国家ってものはすごい嫌いだからね、うん、もう国家に限らないけど、そういうもの、うん、もうそういうもの自体がさ、なんかこう、うん、アメリカ人わけわかんないものがさ、こう上頭の上にあるっていうことが嫌なんだけどさ、うん、これでかつさ、その今ほらあの名古屋入管でさ大変なこと起きたじゃないですか。でなんでこういうこと起きるのかなってさ、で日本人って例えば今北朝鮮大変なんだよね、その食べ物なくなっちゃうわさ、あのなんだっけ、大雨降ったりさなんかして、でもう飢えてんでしょみんなね、うん、まあ取材に行けないけどね、うん、らしいんだよね、うん、それでかつさコロナでさ、あの中国から物が入ってこなくなってるんだよね。なるほど。それで、でもあの一部の国ではさ、なんかとにかく食べ物だけでも助けようとしてるんだよね、うん、その国民がかわいそうだからさ、うん、でも日本ってそういう話全然出ないじゃん、うん、あの国はとんでもない国だって、いや独裁国家なんて山が日本世界中いくらでもあるのにさ、なんていうの、拉致の問題に引っ掛けて、で別に僕は北朝鮮を擁護するわけではなくてね、そのいや拉致の問題と今のその、ね、国民の問題は別の話じゃんってさ、
だからもうちょっと助けてあげるの近いんだからさって思うんだけどさ、うん、でこれがさなんで国っていう必要なのって思っちゃうわけ、うん、だ日本人よくなんか日本人はとかさ、うん、でかつそのねあのその名古屋のね入管のさなんだっけ上島さんか、うん、でああいうこう嫌がらせして最後に死んじゃってるわけだし、うん、で別にその何人だろうとさ関係ないじゃんってさ、うん、でそれをなんかすごく排他的にさするじゃない日本、うん、でなんでそんなものが必要なのってさその国っていうさっきから出てるけど国っていうさそのものよりもさ問題なのはさいや言葉が同じかどうかの問題なんじゃないのってだから意思が通じりゃいいだけの話でね、うん、大きいよね。だから日本語ってだと日本語でどっか行っても通じないからだから日本でまとまってたいっていうのは分かる、うん、だ僕はたまたまポルトガル語を覚えたから、うん、ポルトガル語喋る人と、まあ、多少スペイン語の人たちと、うん、イタリア語の人たちと多少の意思の疎通ができる、うん、でそうした時にさいや言葉は通じれば別にどこにでもいいじゃんって思うんじゃないかなってで日本語ってすごい特殊というかその、うん、そのこの要するに日本列島の中だけでしか使われてないわけじゃないですか、うん、例えば中国語にしてみる、まあ、中国いろんな種類あるけど、うん、それは多少さその周り例えばモンゴルに行っても中国語喋ってる人もいればとかね、うん、で英語にしてみればさそれはまあなんていうの無理やり喋ってるのかもしれないけど、うん、世界中にいっぱいいてでスペイン語もそうだよねだからその植民地だったところそれはそこがスペイン語喋ってることには問題があるんだけど、うんうん、その喋らなきゃならなくなった理由はあるにしてもねでも例えばスペイン語を喋る人たちとか英語を喋る人たちはその英語しゃその自分の国以外のところに行っても意思の疎通ってできるわけじゃん。そうそうそう。そうするとそこに関してその国籍ってそんなに関係ないよねってさ、うん、ただそのまああとだからなんで肌の色でさ自分の色と違うとさなんかその嫌悪感があるのかそれも僕には分かんないんだけどね、うん、分かんないね全然分かんない、うん、だけどほら、うん、言語が一緒だけどその例えばそのどっか基本的な考え方ってどうでもいいんだけどその例えば権力について権力にどう反応するかとかどう向き合うかとか、うん、さっきのアメリカの建国の父たちがこう作った土台とかって考えると英語が通じてもそのインドの人たちと結構そこは感覚が違ったりするよね。あ、そっか。いやだからそれ意思の疎通は重要だけど意思の疎通ができた後のもっと深いところの、まあ、疎通っていうか共通っていうのはまああるよね。だから言葉が通じなくてもめちゃくちゃ通じる時あるじゃん、うん、まあそれはあるんだけどさでも体も含めてでもさそれはさその時だけの話じゃん。やっぱりその人がそこでその一生を終えようとしたするかどうかっていう問題はさ、まあ、また別の話だと思うね。いやだから僕はなんでそのこと言ってるかというとどうやったら国っていう仕組みがなくなるかなっていうね。いやいなくなったら地獄だと思う。そうかな。国がなくなったらもっとは立ち悪い。いやだからそれはねだから Google みたいなの支配されればそれは立ち悪い。そうそう。だからわざわざ言ってるその国がなくなったらっていうのはもうこれですよ。皆さんが作ったニコニコの波が世界を風靡する時が来たらこの地上に天国が実現するっていうその幻想なんだ。まあ、そうだね。でやるべきことは逆なんですよ。渡辺さんは国がなくなったらとか言ってるけど違う、国を増やせばいいんですよ。今国が少なすぎるんですよ。中国が一つの国っていうのは大問題なんですよ。あれが7つか9つぐらいの国にならなきゃダメなんだよ。いやそれはで、そうロシアだってあれちょっとバラしたもっとバラした方がいい、ね、もうちょっとバラしたけどね。それでアメリカだって大きすぎるんですよ。で日本だそうだと思うよ。僕はだから、ね、間違えたんですよ。その国家を束ねる。だから EU が最低
定の組織なんだよ。あんなものとんでもないでしょ。あの全部元に戻して通貨も違って、中央銀行がそのこんな、ちっちゃいギリシャが独立のドラクマを持ってなきゃダメなんです。ダメなんですよ。そのまとめることが最悪。ブラジルなんか7つぐらいの国にした方がいいんですよ。そうなんですよ。だからそうすると国家と国家の間でいろんなあの議論しなきゃいけないし、やり取りしなきゃいけないし、返還交換その為替がなきゃいけなくて、そうすると誰かが支配してみんなを操作して一網打尽ができないんですよ。だから国家をなくすんじゃなくて国家を強化して、国家をばらして増やして、もうアメリカが50の国になるべき。だから日本もだから僕はバラした方がいい。いいでしょ。あの九州は九州で独立した方がいいですよ。うん、いやだからそういうふうになれば、あの多様性とか言語の面白さとかいろいろ作れるんだけど、一つのあの公共放送って言って、その、その日本語のアクセントまで決めつける連中が渋谷にいると困るんですよ。だからさ、いやそれは分かるんだけどさ。でもそれでもさ、なんかそのなんだろう、国家とかさ、その権力者とか、それ嫌なんだよね。嫌だけどしょうがないんですよ。誰かがその何かをやるから。だからその権力者がみんなを束ねたり操作したり、その餌食にすることがない形の権力にしなきゃ、うん、それはだってこれあのなくならないでしょ。人類がこんな特に近代以降やってきたことを見ると、もう悲惨な失敗の連続ですよ。もうフランス革命から最低ですよ。全部やることなすこと全部失敗してる。だからそのそうじゃないためには、その限定した特徴のある個性豊かな国家がたくさんある。そうすると言語も続くし、いろんなものが出てくるし、ここがもう袋小路に はまった時にここに可能性があるっていう。ああ、そうね。ああ、そうか。それはそうだ。だから、うん、その言語がたくさんあるからいろんなこと起きるんだよね。そうなんですよ、ね、言語がいっぱいある、ね、そうなんだ。ないと困るんですよ。そうなんだよね。だから、ね、それこそさ、そのポルトガル語があるからボサノバがあるんだよね。そうですよ。そうなんだよ。その言語が、ね、それは大事なんだよね。でそれでポルトガル語があるから生まれるでしょ。で出てきたらみんなが盗めるわけで、自分の言語に持っていけるんだけど、どっかその生み出す、だからさっきの創作の話と同じなんだけど、誰かがその自分の腹綿を引きちぎって出してこないとないんですよ。で AI は出せないんですよ。あの AI はもうクズだし、その上っ面でしかやれないから。でも出たらみんなで共有できるじゃん。みんなでパクって、みんなであの工夫して翻訳でできるから、ね、だけどそのたくさんの言語、多様なその言語を持った人たちがいると、その生まれてくる、うん、なるほどね、と思うな。そうだ ね、うん、それ深いわ、うん、僕は相当浅いわな。でもね、そういう多様性なら本当に意味がある。うん、そうね、うん、今言ってるなんか SDGs とセットになる多様性は違うなと、ね。うん、まあああいうさ、もうなんだろう、ああいう標語みたいなのになるとさ、もう終わっちゃうんだよね。そう、うん、それはこの放送って何時までですか。2時間だ、もう2時間半やってるから、もうだからそれで、ごめんね、この先どうする、遅刻して、いやいいんだけどさ、そうだね、だ番組どうしようか、だから番組、いやいろいろ考えててね、うん、そのいや僕最初に朝さん何かやってくれないかなと思った時に、うん、最初にイメージしてたのっていうのが、そのコラムがあるじゃない、うん、その要するに、ね、新聞とか、うん、でそのなんかそういうこうコラムというか、そうね、エッセイみたいな、うん、アーサーさんのエッセイみたいなものを、そのなんか、番組というか、その言葉に、うん、要するに書いたものではない、その言葉、生きてる言葉のエッセイみたいな番組できないかなっていうのを最初思ってたのね。なるほど。あの
確かね、ラジオ新宮民でナイトエッセイとか言ってるのがあったと思うんだ。あまり、あ、僕もやったことあるかもしれない。でやったことあると思う。でほらあちこち行ったりしてるから、そういうのもいいなって思ってたけど、そ、ね、でそれがそういうのは最初のイメージそれだったわけ、うん、ところがさ、例えばこう、これで、まあ、今年の1月もさ、なんか2人でやったじゃない、うん、でこうやってみると、いやアッサーさんってさ、どっちその一人で喋るのよりも誰かが いてそれに反応する面白さっていうのもすごいあるよなって。そうか、そうね、あの無観客じゃなくて、そうそうそう、だからそのなんていうの、一人で喋るっていう面白さっていうのもあるんだけど、でもそのなんていうの、こう対話の中で出てくる話の方が面白いかもねっていうのは、それも考えていて、だからそれどっちが本人はいいのかなっていうのと、うん、であとはじゃあ一人じゃないとすればね、うん、誰かいるとすれば、じゃあ相手がどんな人がいいのかなっていうね、うんうん、だからただなんかこうニコニコしてさ、ただ座ってるだけじゃさ全然意味ないじゃんって。そうね、うん、そのなんだろう、朝さんのその喋る喋ることにこう何刺激を与えるような、そう人じゃないといけなくて、そういう人ってどういう人なのかなっていうのは、みんな嫌になってやめちゃうよねきっとね。いやそんなことはないと思うんだけどさ、いやだってその人の持ってるもの以上のものは出せないから、うん、だから喋れない人は喋れないだろうし、うん、まあそのいじる役の、うん、そうだから、ね、なんかいやそれでね、今日こうなんか視聴者にもそういうどう思うって聞こうと思ってたんだけど、でもこう、まあ、2時間ちょっと喋ってみて、とりあえずなんか月に1遍か2ヶ月に1遍ぐらいね、まあ、2、3回ちょっとこう2人で喋るのと、もし例えば前回みたいにあの、うん、松屋さんが ね呼んだりとかしたから、うん、なんかゲスト1人読んで、うんね、で途中からゲストを入りにして、うん、でゲストをいじりながらやるっていうので、うん、ちょっとなんかそれでな、実験的にやってみて、うん、どこかでフォーマット決めてってもいいのかなっていう、うん、そうね、音楽ね、前回結構ブラジルの音楽とかかけたりして、うん、今回はね殺風景ですよね、もう音楽。いやさっきだから、あ、僕が遅刻してる間に音楽は流れてたね。あれは流してただけです。あ、そうかそうか、そうだから例えばそのまあ今日はちょっと日本の英語教育を腐すものを持ってきたんだけど、例えばそのね、そのこの曲とか、うん、そういうのもあっていいよね。これが気になってるけどどうなのかとか、だから何か一つか二つテーマがあって、うん、でそれを元にしてそれでこう時間を流していって、うん、でかと何か一人ぐらいゲストがいて、その途中でその何か、気分転換というかね、うん、もう一つはそのなるべくそのたくさんの人にこう見てもらえるようにして、うん、これだからその有料の視聴者だけじゃなくて無料の視聴者も、うん、でたくさんの人が見てくれるように、で僕 もう一つの目標としてはね、こうたくさんの人が見てくれたら、例えばこの間その1月の松屋さんみたいな人が出てきた時に、うん、彼を紹介できるじゃないですか。そう、ね、そうそうそう、で僕それもすごくしたいのね、うん、だからそのじゃあ出て、うん、一つは出てくれるゲストの人がすごくあの後ろ側にお客さんをたくさん持ってる人が出てきてくれることで、うん、この番組に関わる見る人が増える、うん、でもう一つはじゃあそうじゃないあの、なかなか引っ込み思案な人でもいいんだけどさ、まあ、あまりそのミュージシャンとかそういうの引っ込み思案な人もいないと思うけど、まあ、松屋さんでも結構意外とねシャイな人だったから、そう、でそういう人を紹介していくとかっていうので、うん、こうなんかすごく広がっていくような、うんうんことができればいいか、うん、いいなっていうか、僕一番そのこうデモクラティブとかやっててやりたいことはそれなのね。そのとにかくそのいろんな人にいろんなものを伝えていきたいし、でその知らなかったっていうものが知れた時の面白さっていうかね、だから音楽にしたって、いやその普段ねなんか J-POP しか聴かない人が、うん、例えばクラシックにしでも面白いクラシックがあったり、うん、そのジャズでも面白いのがあったり、その民族音楽でも、うん、で
それみんながそれがそのお気に入るかどうかは別としても、うん、と何人かがそれを気に入って、で次の回だって例えばラジオ新聞みんなそうじゃない、その、うん、みんながその全てがさみんなを満足させるわけではなく、ただそのマスメディアはさなるべくマスになる相手をやるわけ でそれはやりたくないわけよね。もっとなんかそのまあ昔の70年代80年代前半のサブカルチャーみたいなね、要するにその今サブカルチャーって言われてるけどさ、いろんなことがさよく見るとさこんだけの人がさその支持してるってことはもうサブじゃなくてメインのカルチャーでしょって、そう、ね、だからじゃなくて本当にこうなんかあのアンダーグラウンドのものを少しずつこう見せていくっていうようなことができたら、うん、面白いんだよなとか、そういうメディアを実は作りたかったんだね、うんうんうん、いいね、うん、だからそういう意味ではちょっとだから実験的にもう 2,3 回やってみて、うん、フォーマットをなんかそこで模索していったらいいのかなっていう気も今ずっとしてたのね、うんうん、面白いね、うん、だからまあまあだから次はもうまあ例えばちょっとこういやこの話とか、うん、このものとかこの事物とかこの言葉、うん、この言葉にまつわる話をちょっとこうだ前もってもうちょっとねちょっと山を作ってメールで打ち合わせしながら意外となんかメールやり取りしてたんやけど なんかいろんなやり取りしてたからねいや僕もね、うん、メールねあのレスポンス悪いんでね、あ僕も全然悪いっていうか僕はほら携帯電話持ったことない、うん、もちろんスマアホなんかとんでもない付き合わないし、でそうするとで Wi-Fi は大嫌いなんですよ、うん、だからあの自分の住んでる環境はこういうケーブルがあって、それをたまにパソコンに挿すと一応チェックはできるんでね、うん、でそういう時にだけこう返すので、まあその時だけちょっと忙しくなるけど、いや僕だってブワーッと来てるんだよねそのメールが、大体最速ですけど、ね、僕だってコンピューターなんてさ、だってあの物作るためかさゲームするため以外にそんな使わないんでね、そうで僕はゲームしないから、うん、もう本当にあの原稿を書いてその手書きでやってる作業をあのより客観的な形で人に見てもらえるのはその原稿をまとめる、それでその添付ファイルってやつで送ると編集者はあの楽っていうか、打ち直すほどね僕時間の余裕はないから、昔のね書き手はみんな原稿取りに来る編集者がいたんだけどね、でもそんなことをさせると編集者は鬱になるよねきっとね。でも僕なんかさこういう仕事ね、コンピューターのエンジニアリングなんかやってて、でもほとんど使用者は手書きだからね、うん、こんなワープロみたいなの使ってさ全然頭まとまんないんで、そうですよ、うん、手書きで書いて、手書きが自由だよ、そうでそのままスキャンして撮っとくんだけど、うん、でその自分の思考を最初からシステムにはめたら劣化するんだよ。あとね、あの簡単に入れ替えられるじゃん、うん、コピーしてペーストしてってね、あれやり始めると頭混乱していくんだよね、うん、軽いよね、そのだすぐ入れ替えられちゃうじゃん、そうで入れ替えると入れ替えた瞬間に違うと考えちゃうんだよね、そう、それでまたそれ直すともうその最初の状態が見えなくなってるんで、そう原稿はねもうちょっとそれ自分のだから手書きだったら腹渡とつながってるじゃんでも入れちゃうともうなんか取られたっていうか委ねたっていうか、また戻すのもめんどくさいし、だからその最後もうあこれだっていうそのパソコンでもネットでも耐えられるぐらいの何かができた時に今度はそれでいじるのはいいよね。だからまあちょっとその辺でね、うん、だから番組もそうやってこう、うん、ねちょっとこうまず形を、まあ、でまあどこ行っちゃうか分かんないけどまあちょっと少しでもそれどうですかね、あの視聴者は付き合ってくれるのかな、だからそれもやってみましょう実験で、そうか、うん、
辛いと思う、うん、スポンサーいないからさ、スポンサーに怒られるってことはないの。そうか。じゃあ本当もうだから ほとんどのだって皆さん、ね、民放は、ね、申し訳ないです、あのこういうことに。いやだから逆にどうしてほしいかとかなんかバンバンもらった方がいいんだよね。そんな気前のいい視聴者いるかな。その僕らの企画の前の段階を晒してるわけでしょ。そう。だけどいや、まあまあそういう、いやそういうものがあってもいいんじゃないって。あのもう徳のある視聴者がいたらぜひ教えていただきたい。いやでも、うん、まあそうね、うん、だってね本当に企画会議の前のプレゼンテーションもできてない前の状態をここでやってるようなもんでしょ。そうなんですけど、ね、いや大体まあ僕そういう生き方してるんでね。ね、しかもこう無料であのご意見くださいって言ってね、ご意見いただく段階でもないのにね。まあでも頑張りましょう。なんか、まあ、まあできれば面白いかもしれないよね。だからなんか面白くなる、まあそれはだからその視聴者の反応だと思うんだけど、うん、だから面白いって言ってくれる方向になるべく行きたいなっていうか、そうだね、うん、こっちがなんか満足して終わるっていうよりは面白いって思ってもらえるような、じゃあ番組のタイトルまでもう ねタイトル ねノートっていうのがあるんですよ。知ってますか、ノートってあのネットの。あ、はいはい、知ってます、知ってます。でそこにね、あのアーサー・ホーダンっていうのがあるんですよ。ね、自分で書いてるの。こ書いてんじゃない、やってるんだけど、うん、でそれもあの有料にせざるを得ないんですよ、内容が、うん、その18歳未満が聞いちゃいけないみたいな。あ、そうなの。いや、あ、そういうことじゃ、あの そこの問題じゃないんだけど、でもそのね、そういうこう何だろう、パッケージがあって、うんうん、で有料でこう作るって何かそれと違うやり方だよね。全然違うことやりたいよね。いやだからそのまあね、本当はだから何だろう、こうね、もう早くやめろって。いやあの、ね、できればだからまあ番組としてはこうやりながら、たまにこう有料のあの視聴者入れて、でそれを有料でやってなんかやるっていうのもありかなと思ってるんだけど、だからあのずっとこうなんかポケットからお金で、ね、ここだってか、ね、借りるんだって、お金か借りるっていうかね、あの別にスタジオ借りてるわけじゃなくて、ここ自体を、ね、あの借りてるのもお金かかるわけだから、だからなんかそういう多少はなんかしたいなとは思うけど、でもそれ以前にやっぱり面白いと思ってもらえるものを作り出せるかどうかっていうことの方が重要だと思って。だからまあ少し何かね意見があったらね、あのぜひあの意見をあのその通りにやるかどうか別としても、どういうふうに考えてて面白いと思うのかつまんないと思うのかとか、本当です、あのあんまりきついのはさ、こっちもメンタルやられるんで怖いけど汚い意見をだって先に見るの僕だからね。ね、そうだね。まあ僕はそのねフィルターが、あの意外となんかさ、あの言われるか、結構こうきついのがあんまり見ないしてるんですよ、世の中。あのデモクラ TV のなんかこうね、あの有料で見てる人 の, あの メールは直接ちゃ記名で来るから、うん、でそれはもうちゃんと答えないといけないから、うん、きついなと思うこともあるけど、だけどそのなんてチャット、あのツイッターだとかあの、うん、そういうのはあの、うん、言いっぱなしの人が多いので、そうか、だからなるべくそういうものは見ないようにしてんだけ ど、あの本当にね何回か見たことあるんだけど、あのきついなあれがね。そうか、あの言い方ってあるじゃんって、あの面と向かって言わないよねってそうか、面と向かって言わないことをさ、ああいうところに直接書けるんだよ ね、 そうね、今ね、そうね、だもうちょっとなんか相手の反応を見ながらそういうことを普通言うよね。汚ないじゃなくて汚い汚いのか。まあそういうことで、ね、まあで、でリスナープレゼント、あ、そうそうそう、あっていうか視聴者プレゼント、これね、ありがとうございます。あのじゃ一番いいアドバイスをくださった方、あ、そうね、何かこ う, そ う, いうこと、なんかこう書いてものを送ってほしいよね。でどこに送ってもらうかっていうと、
デモクラ TV のホーム、アドレスね、ちょっと今確認、これが、当たります、もちもちの木っていう絵本の、出たばっかりの英語版なんですけど、後ろの方に、原作も読みます。ちっちゃく元の絵本の絵と文章も入ってるんですけど、豆田くんが、活躍する The Boo You Tree で、どこにメールを送ればいいかっていうと、あ、間違えちゃった、これからどういう番組を作っていくか今考えているので、皆さんも、もし何かアイディアがあったら教えていただいて、それに対してインフォか、TV で終わるんだ。そうです。面白いね。そうか、こちらまでぜひよろしくお願いします。ちょうどもちもちの木、ね、50周年夜か。あ、いい、全然大丈夫、大丈夫。夜の方がいい。はい。ということで。ですね。ありがとうございます。長い時間、辛抱強く付き合っていただいてありがとうございます。はい。それじゃあまた、来月かな。そうですね。また、決まったら、どっかに。うん。載せます。どこかに、適当なこと言ってるね。どっかに。大体適当なんだよね、二人ともね。うん、なんとかなると思います。ね、時間も適当だしね。やります。なるべく決めた時間に始めたいと思うんですけど、そうですね、なるべく僕もあんまり時計もしないような生活してる。そう、時計しないね。ね、携帯もないしね。自転車で、自転車はあります。自転車、今日は自分の脚力で。しかもこうバンドをはめたまんまですね。ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。